あ、通話を聞いてるってこと、画面を一緒に見てんじゃないの。うん、通話聞いてる。通話パソコンでやってて、結構そこそこ大きい音で出てるから、それ聞いて毎日パズルのゲームしてる。パズドラ？いや、なんかね、ババアがやるパズル。ババアがやるパズル。ぷよぷよとかテトリスとかそういう。あ、そうのなんか超マイナーなやつを一人でずっとやってる。ぷよぷよとかテトリスは別にババアがやるゲームでもないだろ。いや、テトリスはやるでしょ。結構お母さん世代がやってそうじゃん、テトリスとかは。なんかもはやテトリスでもなんでもない、ババアのパズルゲームやってる。ババアパズル。やめろ、こういう話。もう人の親はババアとかよくないよ。自分が言ってんだよな。自分が言ってんだよな。ほんとやめてほしい。今から行くわ、マンガス。UBNVUF。あ、もうあんの部屋。あるよ。ケイチコタコしかいないけど。あ、プリンちゃんいるじゃん。プリンちゃん、こんにちは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。いつもかわいいの。今日も殺すか、プリンを。そうだな、プリンちゃんが切れるのを一回ぐらいは見とかないと。なんかプリンちゃんがいる定番だからな。プリンを殺すためにこのゲームやってるみたいなとこあるからな。もうやめて、怒るたびに自分で、あ、今日もやっちゃったなって思っていつも寝る、うん、みんな逆に怒んなかったらみんな悲しいんだからさ。あ、逆にプリンちゃんのキレゲーはアトラクションだよ。あ、そういう感じ。うん、今日もギスギスしてるぞってなって。俺はだからあのそういうのも含めて俺はもののエーペックス放送楽しみにしてるからね。でもプリンちゃんの楽しみ方から、今日もやってんねって。今日もやってんね。昨日はだって俺もタコさんもすぐ謝ったから。うん、釣った瞬間謝って。そう、釣った瞬間謝ってよ。確かに。聞いていいかわかんないけど、プリンちゃんっていくつなの。いくつかな。23。めんどくさいな。いや、あのね、違う、私が今の返しめんどくさかったなって。27歳です。やだ、一個下じゃん、かわいい。やだ。でもね、なんか、うん、まだまだ自分は27の女じゃないなって思うよ。そんな年だったっけ。わかる。そうなんだよ、そうなんだよ。俺も23、4だと思って。俺25とかだと思ってた。そう思うでしょ。あのね、自分も23とか4、5ぐらいだと思って。それやばい。それはやばい。俺はそれはやばいか。俺は二十歳だと思ってるよ。自分のこと？あ、でも、うん、みんな自分のこと大きくなったね。ねえ、シーレモさんってさ、実はめちゃめちゃ前から知り合いだよね。そうだよ。あ、そうなんだ。ね、多分リオッチとかで、リオッチわかる？そう。多分リオッチで一回プラベカなんかしたことあるんだと思う。そうだよね。だから、ツイッター自体は結構昔からつながってるよね。そう。お互いに。お互いに。でもまあ、大して絡みがなかったってことは、プリンはそんなシーレモさん好きじゃなかったってこと。そういうことじゃないでしょ。違うの？あ、始まってんな。あ、もうこれ、始まってんな。ギスギスさせてきてんな。やってんな、チコタン。やってんな。IBR のリーダー怖いわ。ポンコツが来た、ポンコツが。よかったね、プリンちゃん、IBR じゃなくて。こんなチーム入ったら終わりだよ、終わり。怖い、毎日チーム入れてたかもしれない。そうだよ。天野さん。いいスペックが立ちすぎて、立ち上がらんかった。おい。ハイスペックなんだ。大変だったね。ハイスペックだからこそ処理がね、いろいろあったんだよね。なんか、シュウカさんの、なんか、ぴょこぴょこしちゃうね。お、これスライドしてないんだ。うん、ぴょぴょこ、あの、片足上げながら、ぴょこぽこしてる。ぴょこさん、つまちゃんとついてる？うん？つまちゃんとついてる？つま？つの。つのついてるよ。見えない。一回出る。かな、そう、タキシードがな、ちょっと、タキシードというか、スーツか。スーツが多いんだよな、最近。いいなぁ。確かに。いつ追加されるの？ぴょこさん、ペット買わないの？ペットないんだって。ああ、スイッチか。そっか。ペットね。だって課金額だったら俺全部持ってるからさ、割と。え、でも1000円くらいでしょ、全部。500円。なんかパソコン400円ぐらいで。で、スイッチ500円だっけ。そう。ないよ。ペットはいくらなの？ペット300円。高っ。
そこそこする。300円だけど、2人ついて、2匹ついてくるわ。あ、そうなの？あ、2匹ついてくるの？2匹選べて300円ってこと？2匹セットのガが何種類か。あ、そういうことか。棒人間とかセットだよ。あ、棒人間もセットなんだ。ねえ、モノさん。はい。モノさん、プリンちゃんが27だっていう現実を私は未だに受け入れられてないんだけど、どう思う？もっと子供っぽいよな、こいつ。うん。15個くらいで通りそうだもんな。そうだよな。プリンちゃんがさ、27歳となると私の1個下なんだけどさ、そんな大人だったプリンちゃん。ねえ、大人じゃない。仕入れもさんは別に声だけで、あれだよ、その年齢相当に見えてるだけで。やめろよ、スナックのママ設定はよ。声がプリンちゃんと同じだったら、仕入れもさんも23ぐらいやって言ってたかもしれない。バカ野郎。いや、みんな。うちの実家気にしてるからね、私の声がダミ声だってこと。やめな。そうなの？そうで、バスへのスナックのママって言われる。大学の時に発表したことがあるんだよ、自分のレジュメを。うん、そしたら、ムカつく周波数だねって言われたこともある。ひどい。これはひどい。合唱コンクールの時に、横の友達が、うん、友達だったんだけど、本番では歌わないでって言われたこともある。それ声質の問題。これはただ下手なんじゃない？下手なんじゃないの？単純に。大丈夫？え、ひどくない？本番では歌わないでは。しろさん厳しい人生歩んでるね。そうなんだよ。フォローしてるって。でもあれは言われたことないの？豚はトリュフでも探してるよは言われたことない。それカシオカさんが言ったの誰かに。あ、そうだよ。ひどい。高校時代にね、あのクラスのリーダー格の女の子に言っちゃったことはね。探してろ。いや、もう、カフェ型のこの昔のエピソード、本当にやだ。もう本当に怖い。え、でもちゃんとあれで、ね、高校生だったから、その男からはヒーローになったけど、女の子からいじめられたからね。クラス全員から。そうやろな。言うでしょ。だってさ、カシウカさんさ、無邪気にさ、シーレモさんって彼氏いないのって聞いてくるからね。サイコパスだよね。え？え？カシウカちゃんがさ、前に私のことさ、彼氏いないのって来たやん。昔の時。うん。もうサイコパスでしかない。なんで？いや、クリスマスに一人でアマングラスやってますみたいなツイートするやつに彼氏いるわけなくない？うん。ねえ。うん。おい。うんじゃねえよ。はい、やるよー。やるよ。やりましょう。あと一人やってね。バラさんは、いや、バラさんとかバラさんか。放送今日いいや。10時半準備できてね。バラさん放送してよ。今朝やってる。ああ、待って、じゃあこの試合なし、この試合なし。次から次から。スターティング。チーン。あれ、これボット動いてる？なんかもう動かしてるよ。あ、オッケー。やったなぁ。ナイスボタン、ナイスボタン。覚えてめっちゃ言ってたけど、ナイスボタン。これはこれだ。いや、あのね、俺以外全員リアクター行ってて、リアクターとんでもないことになってたから押したわ。あ、なるほどね。そう、どさくさありそうと思って。やめろよ。余裕だな、ネキ。リップしてる場合じゃねえんだぞ。強い。リアクターほとんどいたな。うん。
まあ、そう、なんかストレージがなんか珍しくなんか閉まったからさ、リアクターなる前に。そう、なんか最初サボタージュはなんかドア閉めだったね、うん、ドア閉めだったね、カフェテリア閉まってたわ。うん、ウェポンから左行こうと思ったらいけないから我慢して追いついた。でも右上やってアトミ行こうとしたら閉じ込められてたわ。コミュのところで閉じ込められた。まあ特に別にまあまあやってることなかったな。敵大丈夫、ウォーの読み方わかった。わあ。なるほどね。あ、いつもお前言われてんな。そう、ノイズ消すためにシリコンするから。あー、いいかもしれない。え、ノイズって何？いいボタンだね。ビビってんのか？ビビってんね。ビビってんね。気づいてる？うん。気づいてる。自分がインポスターだということに気づいてない？自覚がない。あ、そういうこと。インポスターだった。銀ちゃんじゃん。マジか。いや、私もインポスターだったわ。いや、ちょっと薬島さん怪しいな。なんで？わかる。なんか薬島さん今日なんで？なんか帽子多いし。確かに。帽子多いやつは怪しいな。怪しいな。いやでも、いやいや、待って、いやでも、自白してたやついたじゃん。何票入ってる？2票入ってる。自白したやつも1票入ったから。それは俺が入れたよ、自白したやつ。いや、名前なかったの気づかなかった、ちょっと。ごめん、次から頑張るね。そうよ。ためよ。ごめんね、帽子。いや頑張ったけどちょっと切るタイミングなかった。あーで、いいボタン押しちゃったんだ。そう、ちょっと殺せる人ないのいいボタン、なんかサボタージュ来ないなと思った。あれプリンちゃんどうした？あれこれ私に えプリンちゃん死んだの？おボタン前で殺して速報したか。じゃあ次のやつで話すか。え、別にこれ喋っていいんじゃないの？次のを無視すればいいんだけど、これマジで多分俺が押した瞬間に殺すつもりになる。プリンちゃんね、10秒いないぐらいの時間で俺アドミンで一緒だった。アドミンの通路のところにいたかな。それ俺は最後アドミン見てて、カフェテリア1、アドミン2、エレクトリカル2、ロア1だったかな。
多分エレクトリカルがシーレモさんと私、いやラザニアな気がする、うん。俺プリンちゃんと直前ですれ違ったか、ストレージの方ですれ違った。それ俺じゃない？だか。俺アルクさんとすれ違って、あのエレクトリカルの前の通路のところで。え、アドミンにいたんだっけ、カシゴさん。いや、アドミンだよ、アドミン。プリンちゃん？プリンちゃん、アドミンのその通路、入るところの通路ぐらいでいたんだ、最後。それをセキュリティで見てます。え、どっち行ったか覚えてる？割と最初の方じゃなかった？俺プリンそこやってるの見て、その後に仕入れもさんが同じ場所やってるの見たけど、いやそんな前じゃなくない？まあ、セキュリティ俺見た時はまあ前、20秒ぐらい前。結構前だと思うよ。あ、プリンちゃんがどっち行ったか覚えてない？下か上か。あ、でも一番最初は、最初はあのストレージの配線やってたよプリン。そう、うん、そこでしょ、カシオカタに行ってるのって。いや違う、その後ね、タコさんがあのカメラ見終わった後もいたんだよ、その辺ちょっと。ああね。あの俺アドミン見て、セキュリティが消えたのを見たからさ、でカメラついてないも見て、プリンちゃんがいて、その後俺ダウンロードアップロード始めて、その間にいなくなって、終わったらモノさんがアドミンにいたけど。タコさんがセキュリティ入ってくのは見た。うん。俺プリンちゃんと一緒に歩く誰かとすれ違った気がするんだけど、それチコタン？いや俺プリン見てないよ。俺プリン初動ストレージ行ったのを見て、俺ストレージのゴミ捨て、いや、そのストレージの配線やってるのは見たよ。アドミン入るかい。これはスキップで、うん、成仏してください。この死体の位置は関係ないんだもんね。うん、関係ない。普通にカフェテリアに落ちてたな、うん、でもカフェテリア1だった、最後。あ、俺は最後アドミン見てたから、はい、これ何、あの話さないで、ここはスキップスキップスキップ、話したいなら次誰かボタンを押してって感じかな。オッケー、ね、最初はミュートで聞こえなかった。ボタンが感じだから入れた。あ、俺最後ストレーやってたアドミンで見なかったって言われたけど、俺は見てないな、あんま覚えてない。モノチどっちからアドミンに入ったの？俺はさ一番最後はストレージゴミ捨て終わって、シーレモさんがストレージ上の配線盤やってるのを見て、でアドミン入ってる、下から入ってる。じゃあ多分プリンちゃんはカフェテリアの方に抜けてる、ね、ごめん、俺モノジー見てないんだよな。どこの？どこで？モノジーどっちからストレージ来たの？俺カフェテリアから行ってる。え、今ゴミ捨てしてストレージからじゃない？ストレージから行ったって言ったよ。あ、なストレージにどっから来たかってことでしょ？そう、俺が聞いてる。ストレージにか。うん。俺はカフェテリアから行ってる。あのシーデモさんとストレージ閉じ、シーデモさんも多分閉じ込められたよね。うん、同じ。あ、じゃあタイミング的な。あれ閉じ込められたの知らない。あ、じゃあタイミング的についてるだけかな。じゃあその時はアドミンにいたんだろう。ちなみに話題に出てこない計算はどこにいたんですか？俺はナビゲーション付近にいて、タコさんカメラに映ってたと思うけど。ナビ、たぶん一人は見たと思う。計算かな。右前だからちょっと曖昧だけど。ロドニーさんはそうだと思う。私はあのアッパーエンジンから左回りで最後エレクトリカルだから。途中タコさんとシーレモさんが見た。とりあえずタコさんはセキュリティで絶対無理で、でモノさんが最後アドミン見てたんだったら、まずでキルが同タイミングだから、アドミンで殺してみるとかじゃない限り絶対無理。ああ、そっか。だから、モノさんもキルしてない、で、俺もボタンを押したからキルしてない。そっか、直前だった。そう、マジで本当に同フレとかのそのタイミングでしょ。じゃあ、だから、カシユカもモノジーがないって言えるんじゃない？モノさんが見てたら、ないって言えると思う。まあ、カシユカタンはアドミンにいたと思うけど、
あんま自信ない。でも2位だったからいたと思うよ、アドミン。いや、俺の気のせいじゃなかったら、チクダンとプリンちゃん歩いてなかったかな、違うかな。でもいやー、見てないぞ。タスク終わったんで、勝てるよ、ね、もうやる気ねえな、インポスター今回。ペさん動いてる？大丈夫？動いてます。ん？なんかモノさんが怪しかった。モノさん、オーツの時左ってなかった？あ、そう、俺あれリアクターかと思って、うん、ペペペ、え、計算がなんで俺のこと知ってんの？え、それ違ってるよね、ローアのとこで。俺シーレモさんは、シーレモさんと薬師間は見た。けど計算は見てない、うん、俺計算見てない。嘘、エレクトリカルだったらセキュリティで俺食ってると思うけどね。ね、最後一緒にいたもんね。誰なんだろうと。セキュリティ見てた人はタスク終わったからって感じ。そう、終わったからずっと見てた。じゃあ、まあ、俺も終わってるからなんかどうしようかな。踊って踊って、どこで踊ってようかな。アドミンのところかな。計算見てないよね、薬師間さん。俺も見てない、見てない、見てない。 俺の後ろに薬師間さんいたよね。うん、CM さんとすれ違って、この仕入れもバカ何やってんだと思ったら O2 で、あ、引き返そうって思って。ね、仕入れもバカって何？こいつリアクターなってんのになんで右側走ってくんだバカかよって思ったら O2 の、なんか死体見つけてもタスク優先。だけどこれ俺あのスルーしようかなと思って、うん、うん、俺とラテンデさんほぼ同タイミング。あのごめんね、俺これあのまあ俺の死体については何も俺は言わないけど、多分計算バグってるわ。嘘、透明人間。 あの透明人間じゃなくて、あの俺の画面だとね、あのボタンのところにずっといる。上に俺もそう。そうだよね。あ、そうなんだ。ずっと計算ボタン待機してるんだと思ってた。あのさっきの時も最後ボタンの上にずっといたから、多分バグってんだなと思って。それで計算大丈夫って言ったんだ。そういうことか。あ、なるほどね。ね、シーレモさん、まあ、エレクトリカルの黒の映ってるんだけどさ。計算ちなみに今の最終位置どこ行ったの？今エレクトリカルにおります。
マジで。そっちの方でも誰かに見られてる。透明人間化してんのね。無敵の人じゃん。エクストレについてきて。なんでシエモさん今殺されるの恐れてんの。別によくない殺されても。だってできないんだ。死んでもいい。死んでもいいよ。死んでも。一人さんができないんだもん。まだシエモさんだけだね。あとタスク。あ、多分これもこれも一個残ってる。くるくるができない。むずいよね、あれ。わかる。むずい。目とかかんないかもしんないから気をつけて。よーい。はい。勝っちゃった。いや負けんのかよ。勝っちゃった。これはズルかな。え、マジか。ごめんなさい。なんかタコさんが殺してるとこ見たもん。俺もタコさんがセキュリティやってるの見て、あーあーあー。うん、まあまあ、ほっとくだろうなって思ったら、なんか計算もやってて、あれ？計算が無敵の人だもん。見れねえんだもん。マジで動かないの？うん、計算見えなかったな。無敵の人だった。負けんのかい。てか、今終わったよ。終わんねえのかよ。ねえ、タスク、タスク室に終わるだろうと思って。シレモン。マジか。先輩だな、それは。え、言ったじゃん、くるくるできないから誰か。え、くるくる、終わった、終わったから離れたんじゃないの、エレクトリカルを。え、くるくるは終わった。でもその後、ウェポン2個できちゃった。ごめんなさい。あとシレモンさんだけだろうな、タスクは。ごめん、ほんとごめん、くるくるできないよ。いや、まあ今のはしょうがない、ずる、ずるだから。ちょっとオーガス再起動してくるわ。もうやり、やるタイミング全然なくて、もう無理だなってなって、だから計算も放置して諦めてんだと思ったわ。いや、俺は結構いろいろ動き回ってたけど。いや、だって、計算に殺された瞬間に。計算諦めてな、ごめんなって思いながら俺も。お子さん殺したの見ただったら押せばよかったじゃん。まあ、ね、まあ、ことをしたんだけどさ、まあいっかって思って。そうね、なんかもうスルーし、モノさんがだってスルーしてタスクでいいわみたいな言っててくれたから。まさか終わらないと思わんかった。うん、俺も終わらないと思った。俺も勝ったなと思って。あれ勝っちゃったってなった。まあいいよ、今のは勝って負けてまんまって感じだったわ。エレクトリカルでさ、だからタコさん停電起こして、あ、キル待機してんな、じゃあ来たらダブルキルしようと思ってラボタンを押されて、あ、あの時も計算いたの、お隣にいたんだよ。最強だ。いなかったね。あ、味方にすら認知されないのすごいよな。すごいよ。ウィンちゃんはどうやって死んだの？あ、給油やってたら、あのボタン押されて、うん、あとちょっとだったのにって言おうと思ったら、なんかキルモーション入って、あれ計算みたいな。多分あれで計算もバグったんだよ、ね、多分。ああ、そういうことか。俺普通にだって計算バグ、これバグってるなと思って、でも俺ボタン押しちゃったから、誰かボタン押してってアピールしてたらタコさんに殺されたからな。ちょろちょろしてた。そういうの見た。でもそう、急やってる時計算で。薬島死んだのってあれ、俺の目の前？そうだよ、あれは普通に。俺タコさん見えてなかったぞ、あれ。あ、そうなんだ。で、まあそこはギリかなと思ってて、ラザニアさんには確実に見られてる。俺はこうもどうでもいいキルだったから、負けると思ってたから。いや、結構そキルだ。そう。計算もボタン上でいるしと思って。シレムさん、くるくる最初にいきね。
うん、そうすることから。最後はきついね、あれ。でも、くるくる難しいよね。なんか沼にはまると一生クリアできない。なんかラグみたいなのがちょっと早めに押せばいい。早めに押せばいいだけじゃないかな。うん、くるくるやだからいつも雪山に行こうって言ってる。なるほどね。そういうことか。うん、なるほどね。まあでも俺は雪山好きだよ。なんなら雪山今日ちょっとやりたい、やりたいぐらい好きだわ。雪山行きたいよね。ってことは雪山行こうよ。うっせえ。うっせえ。お前がやってるよ。タスク22でいいの？あっ。あ、だから、だから早かったんじゃん。そういうことか。さっき9人だから。あ、そうか。抜ける？これ、続けるかどうかボタン？あと、なんか意見割れてたから押した、ごめん。いいんじゃない？あ、続行するかどうかって。まあ、やればいいんだね。始めちゃった。どっちもいいよ。インポスターの人はちょっと頑張って、普段よりキルペ早めでって感じで。まあ、これでボタン1個潰れてるから、まあ。まあ、確かに。あ、タスクの数？そうそう。タスクの数がね、少ない。タスクの。まあ、ボタン潰れてるけど、最初の10秒のキルのあれも消えてるけどね。まあまあまあ。やったぜ。プラマイゼロ。アルキルしないからみんな。大丈夫だよ。アルクさん以外の人はみんな冷たいよ。あ？あ？バラさんいる？いるよ。あ、オッケー。バラさん。バラさん。あ。続行ね。続行ね。続行で。はーい。はーい。あ、え、何？やべー、マジか。画面真っ暗だ。今日調子悪いな。誰かボタン押してくんねえかな。やばい、誰かしあ、どうしよう。マジか、どうしよう。これ歩いてる音だけはするな。はいはいはい、みんなオッケー。カフェテリアの最初のテーブルの横どっち側？どっち側？左側。大丈夫？それ本当に動いてた？あ動いてた。だと思う。動いてた。いや大丈夫。でもあの私が押した時に何も言わなかったってことは動いてたんじゃない？まあいいや。最初は覚えてたんです、うん、最初は。まあ、その話はちょっとそれはよくわかんないけど、まあいいか。最初でもいいや。一番最初のボタンでしょ。最初覚えてたんです。まあ、じゃあタコさんは白いかな。うん。俺目線、カシューか白い。最初覚えてたんです。ヒレモはどうやって死んだんだろうな、今。白くない。右いたけど、セレフできるから。てか、ヒレモさん、コミュニケーションの時下来てた来てたよ。あ、しのさん、テーブルのどこら辺って言ったっけ？テーブルの左下。左下か。もう本当に、ちょっと物も結構取ってるんだけど、コミュニケーション直したのもので、その後シールドの方取って、うん、O2 でシーレモさん見かけて、俺ウェポン、カフェテリアそこの見えるとこ通ってないのかな。その時は俺の時はなくて、アドミン前でカシウカ、タコ、フリ、バラら辺を見かけてリアクターに向かってる最中、ストレッチ通って左側から。初動以外でカフェ通ったってこと、モノさんは。
あのコミュニケーションの後に、右回りで O2 で仕入れもさんを見かけつつカフェテリアの方を通ってアドミン入ってる。じゃあ黒一だね。うん、黒一だから先に見とく。俺の動き。俺は基本左回りです。いやもう古文っていうか古文語だよ。見て、いたかな、結構いたもんね、古文。私押せないの。古文前はキルクラってない。これ古文、コミュニケーションの障害のやつ。あ、そうそう。そうだね。あー、オッケーオッケー。どうなるかか。あー、やっぱダメだな。ちょっと先ね。もう計算が使い切れてる。あ、そっか。ん？何？どういうこと？あんたがレポートしたでしょ。あんたあなた何言ってるんだ、さっきから。うん、どういうこと、死体が消えてるって。星岡さんさよなら。間違いしました。星岡さんさよなら。え、どういうこと。他の人の動きは、私は、ラザニアさんとか聞いてないよね。あ、うん、私は、左じゃない、最初はドミンだ。ドミンで収してエレクトリカルで顧問が起きて、最初は分かんなかったけど、顧問の途中まで向かって、屋久島とかフレーズにいたのは見えて、その後カフェテリア、カフェテリアには戻ってない。ネキは多分ストレージで閉じ込められて右に行ってんじゃないのかな。ラダニアさんがあのエレクトリカルから出てきたのは見た。その後ストレージ行って俺閉じ込められてって感じ。そうそう、そこ4人閉じ込められてて、アルクバラが上、俺が左、ネキが右のはず。うんうん。リンちゃんは？私アドミンにいたよ。顧問のその障害が終わった後、うん、あとはアドミンに行って、その後ストレージに行ったのかな。え、カシブさんとか見ててくれたと思ったんだけど。いや、でもその後、まあまあ時間かかった。俺と、あの、あ、タコさん、あの、O2 見て、そうね、O2 でナビゲーション見て、リアクターだったから、そっちの方。アルキさんはどこに行ったの？その左で、普通にアッパーとかロアとかでタスクしつつ、で、ストレージ戻って、そこで閉じ込められて、その後アドミン行って、リアクター向かってる途中かな。うん、私もリアクター。うん、そう、ラムネさんがエレクトリから出てきたのは見た。ストレージ側からリアクターいった。シーレモさんの動きちょっと聞きたいかな。シーレモさんなんとなくわかるから、俺も。あ、シーレモさんから言った。おしやさんはボタンないよ。に殺されてんだよ。あ、そっか。どうぞ、シーレモさん。うん、ウェポンに行って上のダウンロードのタスクやって、こうついて落ち葉シュンシュンってやったら顧問のタスクがあったから下に行って、空見てる人多いと思うんだけど下に行って、そこからメッドベイ行くためにカフェテリア通っ、あ、違う、リアクター止めに行こうと思ってカフェテリア通ったら死体があった。うん、待って、なんだいぶ俺と違うんだよな。おかしいよね。俺見てるの顧問の後に、俺はあの O2 で落ち葉やってるの見てるから、今の証言とは合わない。顧問の後か、ごめん、ちゃんと覚えてなかった。いや、もう釣っていいや、ごめん、もうごめん、何にもわからん、もう。でもね、通ってるルート合ってると思うよ。俺ウェポンのあたりでシーレモさんね、あの O2 の方から出てきてるのすれ違ってるから、O2 いついたのがシレモノさんなんじゃないの、俺とタコさんが。うん、それは思ったけど、さっきそれは行ってなかったからっていう。O2 は行ったんだよ。でも、
ごめん、正直顧問のマイカーとかちゃんと覚えてない。いや、後だと思う。そっちから来てる、シエモさん見てるから。うん、いや、正直俺、その、アドミンの。でも、シエモさんがキルするとしたら、キルした瞬間セリフレポート以外はまだない。それしかない。位置が、まあ、そこをあんまりその前の行動を洗う意味はないかなと思うけど。うん。そこがすれ違って、食い違ってても特に何も意味ない。他の方が。まあ、じゃあ、多分この話はこれで終わりだと思うんだけど、この死体についての会議は。うん。物、仕入れも。うん。あと、反響可能なのが。プリンちゃんも可能だよ。プリンちゃんどこ行ったんだっけ。プリンちゃんアドミンで。ちょっと、あんまり絞りすぎない方がいいと思うんですけど、コミュ中もあり得るし、コミュ後もあり得るし、完全に暴れてないから。暴れてるはないよ。アドミンやった後に、リアクターなった時、私、ストレージ上の配電盤やってたから。それは見てるけど、なんで、うん、疑われたから。それ別に白情報にはならない。あ、はい、あん、はい、ん、タコさんがシールドで死んでます。シールド今見れた？アドミンバラさんとか。あ、最後見た。シールド1やった。あ、オッケーオッケーオッケー。シールド1あったっけ？覚えてない。セキュリティ2一応あった。うん、シールド1、セキュリティ1は見えてる。ねえ、チコタン、シールドのどこ？シールドの普通に通路から歩いてったところ。コミュニケーション側から入ったぐらいのとこかな、シールドに。ああ。停電中じゃない？で本当にちょっと前のはず。停電が。停電中じゃないんだ。停電中さ、俺とバラさんとアルクさんだっけ？ごめん、俺誰がいたか覚えてないけど、俺多分モノGの前歩いて、後ろ走ってんだろうなと思って。うん、モノGモノジーバラ歩くの三塊は覚えてる。でその後ろ俺いて、で停電開けた時に、そこの俺バラさんとアルクさんしか見えてないけど、バラさんとアルクさんはそのままエレクトリカルの方行ったのかな多分。そう、もうタスクマスターが解除したのか見たかったで。俺アドミン側に引き返したんだけど、その時点でアドミンにタコさんいるの見てるから。その後なんだ。そう、その後仕入れもカシウカは白いと思う、それだったら。うん、それだったら、ね、めっちゃエレクトリカルの中いたんだよね。直したのは私です。プリンが直して、それよりラザニアさんがエレクトリカル閉じ込め終わった後ストレージ方面から走ってきたのと、初動俺とアルクさんとラザニアさんが初動右組なの今回は、うん、じゃあラザニアさんじゃない、そこ、ね、最後ラザニアさんはエレクトリカルに駆け込んできたけど、駆け込んできたよね。柏さん最後一人残して俺出るときにラザニアさんすれ違ってるからちょっと臭いなって思ってる。あ、俺もそう思う。アリバイ作りに来たら見えるってことなんです。うん、うーん、確かに見てるんですよ。まあ、その2人釣ったら絶対一郎釣れるんだよね、多分。ラザニアさんとチコタン釣ったら。俺はなくない？だってバラさん見てんでしょ、シールズ1の。まあ、ない、確かにない。釣れるんか、すごいね。ないとは思うけど。うん、まあでも反論なかったね。そうなんだよ、そこなんだよ。残念。
思いつかないアリバイ。相方は誰だ。アルクバラあたりかな。初動はドア閉め、カフェテリアの。じゃあ、じゃあ、閉めた。会議明けを。閉めるの難しくない？なんか。幽霊は楽でしょ。中央のボタンに座れないから。あ、ごめん、歩くさん。歩くさんか。じゃあ、なんで。なんでもないです。まあ、別に。言っても言わなくてもって感じだけど。なんか全然スキルする気が起きない。やってら。あ、カシカちゃんも死んでる。え？やってね。キルしてるアルクさん。やります。本当だ。これはダブルキル疑ってくれるんじゃない？はい。おお。めっちゃ死んでる。ちょっと待ってね。ちょっと待って、ね。ダブルキルか。ちょっと待ってね。アルクが来ないから待って、はい、来ました。はい。バラです。可視化の主体がこの字、ナビゲーションと O2 の間ですね。うん、はい。で、発見した経緯を一応言うと、20秒、レポートの20秒前にセキュリティを見て、可視化の主体を見て、そこから右に移動して、レポートっていう流れです。うん。薬師間もちょっと見て。コタンが死んでる。うん。薬師はね、多分リアクター直した後、ごめん。リアクター直した後、ロアの方に行ったのは見た。はい。初手、バラ、薬師間、シーレモプリンが左で、メドベイとリアクターに分かれていて、リアクター直したのもこのように。ね、はい、リアクター鳴ったタイミングあったじゃん。俺、あの時アドメ見てたんだけど、うん、アッパーにリアクターにナビ1、O21 だったの。そこを洗いたいな。ナビ。ナビ、ナビゲーション1、O21、アッパー2、リアクター2っていうタイミングがあったの。アッパー2はシーレモプリンかも。うん、そう。で、多分、バラ屋久島が、リアクターにいたと。そうですね。僕目線、プリン、シーレモはどっちもキルできなくて、歩くものの二郎だと。俺シーレモ プリンに言っとくけど、それで僕と同じ目線で歩くもの二郎だともいいんだけど、この後紛糾してもモノさんから釣るという流れ。わかった。モノさん上にいたんだよ。ん？あれ？歩くから釣った方がいいのか。俺初動カフェテリアいて、初動カフェテリアの右上のタスクした後、アドミン入った時にはモノさんいなかったんだよね。そのモノさんが出た後かもしれないけど。で、これも。俺そこからエレクトリカル行って、で、今、込み直してるところ。歩く釣る。俺釣るのか、俺は絶対違う。じゃあ負けだわ。あと1か。うん。全然、時間は結構最短でやってたね。ああ、じゃあ歩く？タスクリスク低くないみんな。いやー、歩くくせーと思ったら殺せ。歩く。ナイスプリン。ナイスボタン。どう？バラさんは本当にないよな。ない。だプリン。てか。これ十字見てるよね。俺が十字に。うん、私目線だと歩くさんかなとは思う。でしょ。俺なの。なんだっけ、薬師が先にロア行ったのは見てて、私扉で閉められちゃったから、その後は見てないんだけど、その後私ストレージの方向かってきたらエレクトリカルから出てくる歩くさんを見てたから。そう、俺エレクトリカルいたもん。うん、そうだから。そこで分かんないけどね、分かんない。エレクトリカルから出てきてる歩くさんを見てる。出てきたっていうか、そっち方面から歩いてくる歩くさんを見た。そういたよ、俺エレクトリカルいたよ。で、チコタンは見てない。じゃあさ、歩くさんからの目に誰が黒いの？だから多分今のキルはモノさんだと思うよ、俺は。いや、じゃあそれはいいわ。プリンちゃんがさ、ロア
扉が開いたらすぐロアに入ったんだよね。入った。その時に薬師丸いた？いなかったよ。じゃあアルクさんでいいや。いや、なんでなんでなんで、絶対今のキルはモノさんだと思う、これは。僕め、いや、でも薬師とカシウカさんの。モノさんはリアクター後に上にいたんだよ。はあ、あのウッパーエンジンなの。だから、あのロアの方に抜けた薬師丸をやった可能性はなくて。唯一え全然弁当とかあるくらい、あのさ、コミになってたからさ。いや、だってリアクターにはシーラモとバラがいたから無理。え、違う違う違う。え、下で殺したってことでしょ、だから。うん、下でしょ。うん。え、別にさ、全然弁当とかできるくない、上にいたっていうのはどういう。え、アッパーエンジンいたんだよ。え、そっから普通にメットベイ入って、俺がエレクトリカル出た後に殺したとかもわかんないじゃん。エレクトリカルでリアクション見てんの。いや、見てない。見てないけど、チコタンが後から入っていったりして、俺最後ね、コミの前にいるんで、もう直そうとしてるとこなんで。まあ、するかな。え、俺じゃないでしょ。え、わかんない。え、これで違ったらすいません。え、合ってる合ってる、大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。え、バラさんだったりとかするの、これで。ないよ。バラさんだよ。10時で。バラさんを疑うのはないでしょ。そうだよね、そうだよね。あなたも買いに行った。ナイスや。シーレモさんが特にバラさんを疑うのはないでしょ。ボタンあったのかよ。大津が近あれんのよ。あれ、モノからか？ラザニア釣ったのモノだぞ、ほぼほぼ。いや、あの時に色だとみんな思ったんでしょ。ああ、まあ、マルクさんのキルが。マルクさんのキルが良かった。俺、速攻できましたからね。あ、待って、ネキって釣ったんだ。え、アルクさんとモノちゃんでしょ？ああ。違うよ。モノさんじゃないよ。モノさんじゃないよ。ラザニア歩くでしょ。真っ白だよ。あそこでなんか俺までやってきたから、歩くくせえなと思ってたら死んだわ。いや、急がないともう間に合わないからさ。いや、でも、あの、この G のアドミン情報はクソ強かったけど。そう、アドミン情報クソ強かったから。強く、超強かったよね。やばいなって思って。ハイパー強い情報だったけど。めちゃくちゃ大ついたし、俺。こう笑わないし、そんな情報出してるのに俺から行くのかと思っちゃったわ、あれ。いや、ごめんね、あの、私が、なんか、バラさんは白いなと思ってたところで、なんか、モノさんとアルクさんどっちか釣るって言ったから、ごめん。いや、モノさんか俺釣るのは絶対めちゃくちゃ合ってて、そう、めちゃくちゃ合ってる。それは。いや、そうそうそう、ね。うん、それ合ってる。そうだよね。そうだよね。だからもう、なんか前の話忘れちゃった。いや、まじ、もう最後ボタン押されたら負けだなって思いながら。C って言うなら、あの、僕が二郎いるって勘違いしてたから、そこで押しかった。あ、それは、それは、モノアルクの二郎ってたら別にいいかなって感じ。うん、そうそう、なんかダブルキルって言ってたから2ロ残ってんだと思っちゃった。バラさんは2ロいるあれだったのか。まあみんな、あの、アルクさん相当最短でやってたからダブルキル、うん、いやーね、タコスホルツの犯人縛られちゃったの俺のせいなんだよな。俺がエレクトリカルに6人ぐらい閉じ込めちゃったから。まあいいじゃん。昨日俺あれだからね、昨日のバラさんにアドミン見るなっつって、あの辛い私は俺自分でエレクトリカルに5人閉じ込めて。いや、そう、マジでタコさんを殺してるからね。ダメだあれマジで。このシーンあれだったね、アルクさんのキルがちょっと遅かったら最強のアドミン情報だったんだけど。あー、惜しかったな。トイレ行ってきます。はい、行ってらっしゃい。モノシーンがさ、やっぱなぜか2郎いると思って焦って釣らないって。まあでも俺も二郎いるんかなと思っちゃったから、あの場面だったら。うん。じゃあ、俺目線、そこで俺釣ってくるバラさん、まあ、アルクさんはほぼ確定になってたから、うん。そこで黒塗りしてくるのがちょっとどうかなってなってたけど、その3人は分かんなかったから。あのね、もう左に完全に4人で隠しろができてたから、プリンシーレモを信じてたから。まあまあまあ、いいでしょう。ラダネさんも釣れて。あんまりシーラモさんから疑われるのはよくわからんけど。わかんないけど、なんか手のひらで転がされてるんかなって気持ちになってしまった。ああ、まあそれはある。ねえねえ、しかもさ、ちょっとひどい話していい？え？酔っ払いすぎて覚え芸できないんだけど。やべえな。全く覚えられない。意味わかんなかったもんな。計算のしたい計算って何言ってんだって多分みんなすげえ思ってたもんね。え、綺麗話だわ。したいって残るんじゃなかったっけ。何言ってんだこいつ。自分がレポートしたよ。何言ってんだこの人。この人、え、したいのレポートならしたい残るんじゃなかったっけ。ダメだね、もうダメだ、この人ダメだね、今日ダメ。今日覚え芸がね、3回までしか覚えられなくてずっとやってた。やべえやつだよ。やべえ、今日来る側タスクガチできないよ、これ。タスクガチできない。こいつのせいで。無駄にねえな。無駄にねえが、もう雪山行くか、さすがに。晩秋でも。雪色のせいで。雪山行っても覚え気あるし。雪山も覚え気あるんだよな。スペシャルから一生出てこれない。スペシャルにあるよ。
え？ダメだ、終わった。マジ？あ、あるわ。あるわ。覚えがあるよ。覚えがある。数字はあるけど覚えがある。あ、そう、数字だよね。いや、覚えがある。両方ある、両方ある。そう、あるよ。あるか。もうやったことないんだけど。マジやろう。雪山行こうよ、雪山。雪山なら死んでも助けがちあると思う。覚えがあるけど。雪山なら勝てるの。やったキックされてんだけど。バンにしてないからね。バンにしなかっただけ。これキックされた？俺部屋作り直そうと思ってキックしたよ。ありがてえ。なんで私はキックするの？みんなキックしてないでしょ。バンしなかっただけありがたいと思え。うるせえ。黙れ黙れ。プリンちゃんなんか言ってやれ。言ってやれ。私を巻き込むなって。その通りだわ。みんな抜けたの？え、なんか抜けてたから俺も。激山行きます。あ、フォーラスか。ルカイ。あのね、カシオカさん、私今覚え芸が3回までしか覚えられない頭になって。もうその会話もなんか酔ってる人だよな。よかったじゃん。今まで2回じゃなかったっけ。今日賢いね。賢い。カシオカは賢い。成長してるじゃん。よいしょ。あと1回できた。そう。覚え芸できないってやばいよな。全く覚えられん。一回失敗したら一からなる。あれラザニアさんって何ホイソツ？ホイソツ。え、ラザニアさんじゃないよ。ラザニアさんじゃねえや。なんか頭の中で勝手にホイソツ。俺あの、いまだになんかワーノでちょっとバカにしてたごめん。チレモさんおるつもりがネキに飛び火してる。大抵。しかもチレモホイソツだよ。ホイソツ？ホイソツ。ホイソツか。ホイソツっていうキーワードめっちゃ好きなんだけど。わかる。俺最初意味わかんなかったんだけどさ。ホイソツってなんだろうと思ってる。これホイソツのパワーだっつって。私、ゆかさんの娘さんだってな、ホイソツになるんだよ、これから。それはね、年相応だから。まだ、ホイはもう卒業できてないよ。いや、こっちはもう28歳、ホイソツだわ。たくましいわ。もうなめんな、そんな。ほら、プリンちゃんが親がいる状態でやってると思うとすごいよな。そう、ホイソツでできてると思うと超エリートだよな。エリートだよね、マジで。保育園で卒業してないから。でもホイソツ、数字の順番数えられないからさ。そうなんだよね、数字読めないんだよね。ホイソツって保育園卒業ってことか、何かなと思ってた。疑問かと思ってた。保育園は、保育的な授業ないからね。ホイソツ怒りのお昼寝タイム。なんだ怒りのお昼寝タイムってしてたわお昼寝。いいんだよな。あ、ホーラスのマップ開かなきゃ。あ、やべ。あ、そうだった。始まっちゃった？あ、ミラやね、ミラは。ミラ、ミラだろ。ごめん、マップ開いてないからわかんないです。ミラ、ミラじゃない。死んでもわかんねえや。アルクさん。いいボタン。いいボタン。特に何もありません。アルクさんのマスクが気になりました。あ、確かに。あったね。おしゃれな。この入る1秒前に入ったんだけど。なんでテラゾいんだろうと思う。いや、なんかこのマスクかっこいいかなと思って。テラゾのイメージしかねえわ。え、アルクさん PC だよね、今。PC だよ。え、PC でそれあんの？え、あるんじゃないの？わかんないけど。俺ないんだけど。お？え？俺もなかった気がする。あれか？これはあれか？スイッチの特典か？お前らホイソツか？じゃあちょっと薬師丸くタコ系ちょっとローラーしてもろて。ローラーで。なるほど。保育園だから保育園。そう、確かこのマスク幼稚園卒業しないともらえないから保育園だよ。いや俺幼卒だよ。あ、やべえ。まだもらえてるはずだけど。最高で。最高で俺歩く。
やったね。モノさんが、あ、待って、待ってね。うん。モノさんがアドミカでプラザニアさんを殺しているのに、そのまんまスルーしてオフィスの方に歩いてきました。やったね、モノさん。俺は停電直した後にぐるっと回ってカフェテリア、あ、心電図の方から入ってきて、うんうん、アドミン情報も見ようと思ったらバラさんとちょうど鉢合わせて、バラさんがブスッとやってるちょうど後ろに鉢合わせてこのレポートです。じゃあバラさんは、バラさんで、アルクさんなんでもう決められたの？いや、どっちもローラーするからとりあえずモノさんに入れようと思って。おお、言ってほしい。モノさんはエレクトリカル直してるから、そう、モノさんじゃないと思うよ。あ、そうなの？何何？わかんない、わかんない、わかんないけど、ごめんね、ごめんね。え、でもローラーするでしょ、ローラーするでしょ、これ。いい目してんわ、やっぱり。そうだよ。ちゃん、なんて言った？エレクトリカル直してんのはモノさんだよ。それはそんな。それで仕事だよ。いや、俺、それは、これをし、ローラーすると思う。これはローラーすると思うから、俺はモノさんと。まあ、ローラーでもいいけど。いや、別にエレクトリカル直したの別に全然白い話。あ、じゃあなんで、ごめんごめんごめん。ちなみに、タコ的にはセキュリティで、バラさんが、あの心電図見てるとこちょチラッと見てるので、ちょっと前にバラさんの方が正直それも、もうそれも停電も正直俺どっちも白要素じゃないからローラーします。あ、ローラーでもいいんだけど、でもローラーでもいいけど何も言わずにアルクさんかし物字入れたからバラさんからローラーしない？あ、いいよ、私はバラさんかなと思って。でもどっちからでもいいよ、よろしく。バラさんから、まあ、ローラーは全然飲みます。え、バラさんからバラさんに入れてんだね、これ。うん、はい、バラさんさえ連れれば俺はいいよ。相方かわいい。うん。マークリン。ボタンお願いします。はい。連打勝負負けたんだけど。連打したらおっしゃったわ。まあいいや、とりあえず。あれ、ラザニアン、あ、ごめんごめんごめん。いや、さっき死んでるよ。毎回ブリンちゃん。シールもさよりやべんじゃねえか。ごめん。連打早いね。じゃあ落としとくとすると、まあ今、歩くタコは俺が多分本当に押すかどうかで見守っててくれたんだと思うんだけど。そうだね。うん、まあ、歩くさんは、どうだろう、ボタン押しちゃったなぁ、壊しちゃったなぁ。いや、いいよ、別に。なんか、俺疑われてるみたいだから。いや、疑ってないよ。全くでしょ。うん、疑ってないけど、ローラーするなら誰に入れるか先に言った方がいいかなと。ばらけたら、もし。そうそう。それに、何もみんなが決めてないうちに一人に入れちゃうと、その後どうなるかわかんないじゃん。いや、もう、これは、まあ、バラさんと俺ローラーで一路連れてるのは確実なので、あとは頑張ってください。僕は死にます、はい、かわいそう。頑張れ相方の人、ちゃんの分まで頑張るね。頑張れ相方の人。ナープリン、俺エレクトリカル一番に直したのにな。なあ、そうだね。でもバラさん飲みたばっかりによ、こんなに。これじゃあ次プリンちゃん釣ったら終わります？終わりませんよ。こんなによ。ちょっと見る？楽しむな。やめろやめろ。プリンさんが切れちゃう。全然わかんねえよな。停電。よし、していいかな。誰も行かない？これもしかして。死んだら一生終われない。あれ、誰か来たな。誰だ？アルクさん。you
そっちか。2分1外しやつ。はい。はい、プリンちゃんが、ボイラー上ぐらいの、あの、落ち葉捨てのところで死んでました。はい。で、リアクター鳴る直前ぐらいだね。死んだ。そうだね。リアクター鳴る前だね。直前？え、それは死亡時刻が見れるってこと？いや、直前より前、リアクターより前だっていうだけだよ。あの、直前俺は。ね、一応俺は、心電図見て、右上の温度計やその時は死んでなくて、右上の温度計やって戻ってきたら死んでたから、じゃあ直前だね。リアクターぐらいだったから、直前ぐらい。だったら計算しろかな。計算ラボにいたい。計算次第、うん、ラボで見てどうでも。アラクさん、薬島さんは白。あと、シレモさんがリアクター中にエレクトリカルから出てきて右に歩いてんの見たな。エレクトリカルから出てない、私コミュニケーションズにいたもん。どのタイミングでコミュニケーションズへ上に上がってきたんだっけ、うん、コミュニケーションズにいてそこから出てきて上に登って右側のリアクターをチコタンと一緒に直してる。あの屋久島系アルクは3人とも絶対白いって言える？俺チコタンは見てないから知らない。計算は言ったよ。計算と俺スキャンのところですれ違ってるから、そうそう、もう一番右奥ですれ違ってるから計算は絶対やってないと思う。計算と一緒にあのラボの一番左ラボの入り口のドアが閉じている状態で計算と一緒になってるから。そうそう、そこでリアクターになって分かれてる。じゃあ、シレモさんなんだよな。俺とタコさんは知らんから。タコ屋久島であって、あそこは3人があるな。こいつが言ってんじゃねえよ。それでの？いいじゃん。なんか知らんけど、みんな入れたから俺は入れたよ。シレモさんにね。あ、俺とタコさんは白いよ。めちゃくちゃ。うん。うん、あの、お互い、あの、消えた。あ、そこが言い合えるんだったら、まずシレモさんしかいないと思うけどね。いや、カシウカさんだよ。なんなん？シレモさんで終わらなかったら、カシウカさん。この人徳のなさ。うん、計算は絶対白いと思う。ご一つだから、うん、ご一つだからこの人徳がないのか。終わった。ナイス。終わる、ね。ほい、ほい、そっともな。モノさんじゃん、しかも。もう、固まるんじゃねえよ、てめえら。モノさんも来んじゃねえよ、キルした場面によ。こいつだから人徳がないのか。これはちょっと俺、事故っちゃったわ。シレモさん、マジで何も分かってないじゃん。まあだから別にあれ、うん、バラでもモノでもいいからローラしたらおしまいな。歩くの判断は、うん、いや俺はなんとなく個人的にモノさんの方が怪しかったからモノさんに入れた。ただの勘。俺も歩くみたいなことするけどな。次行きやす。会社ローラならどっちか。俺ローラは言うべきだと思う。ローラは言うべきでしょ。仮に残ったらリアクターよりコミュニケーションでワンチャンス、あの道連れ切る俺持ってくから、うん、別にアルクさん疑ってたわけじゃないけどさ、ボタンギリギリの14秒の時点でコミュニケーションを起こして、うん、で俺が釣られる前にもう一人持ってけたらおんの字っていうムーブの方がいいかな。多分ローラーの時は、もう一回言って、相方ローラーされる時はもう一回言って、リアクターをすぐ起こすんじゃなくて、うん、時間ギリギリでコミュニケーションを発生させて、うん、ワンチャンス30秒のクールタイム経過させて道連れキルしてやろうっていうのが、あれコミュニケーション連打してたんだけど、リアクターに待ちちゃった。ごめんね。ありがとう。でもコミュ近いよ。ポーラスはコミュ近いからリアクターでいいと思うよ。うん。押すなリアクターでいいと思う。リアクターめっちゃ時間稼げんじゃない。リアクそう、それか停電か。結構みんな走ってたんだよ。停電ドア2個開けなきゃだから停電割と。停電の方が強いと思うけど。ポーラスのコミュはね、近いから絶対30秒以内に治るよ。いや、あれは治んない。よっぽど下手なんじゃないければ。そう、俺が低いし、息低いから大丈夫だよ。通るよ。宇宙船の時は、コミュで、宇宙船はコミュでいいと思う。ポーラスはリアクターか停電かだと思う俺は。分かった、ありがとう、ごめん教えてもらって。なあプリン、俺白かったのにな、エレクトリカル直して。いや別に白だとは思ってないよ。おめが白いでしょ。話を最後まで聞け、話を最後まで聞け。分かってる。はい、EM 中じゃないの。勝ったのに。さん怒らせて誰が楽しんだおめえら。ここ裏切られてんじゃないか。仲間だったのに仲間に裏切られて。白かったんだよな、まあ、俺はな。バラモノはローラなのは分かってたけど、直前に見てたのはモノさんしかいないからバラさんから釣ろうかなっていうだけでした。ごめんなさい。真っ白だったよな、本当に。うるせえ、黙れ。黙ってやがって。
騙してはない。勝手に勝手に解釈してくれてんだよな。行きますよ。中庭さんいる？霊界でも喋ってなかったけど。マジ？いるよ。あ、いたいた。いたね。ああ、声、ごちゃちる起こるかと思った今。いつもの。癖になってんじゃん、ボタン押すのは。癖になってんだ。でもいいボタンだよ。近かったから。まあまあ、最初はね。それだけです。はーい。いや、俺はいつも計算に命救われてるわ。そうなの？俺もいつも初動をついて殺されるかなって言ってるけど、計算がボタン押してくれるから助かってる。よかったね。バラさんもね、あのエレクトリカルの出口のとこでちゃんとね、ごちゃチル落ちたとき分かるように立ってたからね、離れて。白いよ。いや、ありがてえ、それ言ってくれるの。もうごちゃチルめっちゃ嫌だったから離れてた。俺も今、入ってすぐ、入ろうとしてすぐ出たの。いや、薬師丸見えてない。黒い。黒いなぁ。2個目と1個目の間で待機してたのは薬師丸シーレモタコだね。シーレモ面白いってことじゃあ。いや。いや、グレーよ。グレーよ。シーレモさんが白要素もらうのとかめったにないよ。20試合やって1回ぐらいあるか何回ぐらいじゃない？ひでひで言われる。こんなにあった？あれないから。ちょっと優しかったね、アルクさん。ちょっと優しすぎた、ごめん。優しすぎたね。黒いなって言ったね。シーレモさん可愛すぎたもん。ちょっとライン変えよう。シーレモルくらい見えてきたぞ、これ。なるほどな。ラインスケスケで草。すげえ。なんかいいのあるか。スキップ押していいか。でもちょっと切ろっかな。ちょっとライン切りしよっかな。シルムさんだもん。いいよ。早くね。早くね。なんか入ってるし。なんなんこれ。自分でそれ俺それ俺。これライン切りの話。それ俺さんいいよ。ライン切りの話。それ俺。すごい。は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 ーい。まこたんよろしく。はい。あ、待ってね。はい。どうぞ。アルクさんと除染室ですれ違って、俺がスペシメンに行ったのアルクさん分かってると思うけど、分かってる分かってる。で、スペシメンで、カシウカちゃんが死体のそばでダバダバしてました。これは、あれだよ。アドミン側からスペシメンに入って、スペシメンの入り口ぐらい、あの、ラボの方の入り口ぐらいで、タコさんがラザニアさんを多分殺した直後ぐらいを見ました。ローラディです。うん、ローラディです。俺一瞬黒塗りされるのかと思った。タコさんとそれ違ったから。え、タコカシウカのローラってこと？ローラディ。アルクさん、アルクさんどっちだけど、俺はちょっと。俺はカシウカさんの方がだいぶ黒いけど、まあローラディと思うよ。タコさんはアルクさんは疑わなくていい。カシウカがだってタコさんにローラ向けてんだから。どっちから入れんの？俺じゃあ今度はキクワちゃんとどっちから入れるか。ごめん、カシウカさんってシーレモさんが言ってたから入れる。俺はカシウカさんかな。じゃあ俺自分に入れよう。あ、違う、アルクさんっていうのは、まあ、アルクさんを大体近くにいてからっていう、それがあったのかもっていうのがあるってだけ。アルクさんの
あのスペシメンの情報を教えてもらっていいですか？俺が入った時は誰もいなくて、カシウカさんが入ってるとかラザニアさんが入ってるとか何も知らずに、俺は、まあまあ、よかったからそれはそれでいいと思う。あ、そうなんだ、うん、初動一発目でスペシメン行ったから俺。あー、オッケーオッケー。じゃあラザニア、カシウカが同じ方向から来て、カシウカさんが殺したところをタコさん、うん、タコさんが目撃したっていうこと？じゃあ俺はスペシメンに入った時にはあれだよ、張って見える位置に行った時にはあの右端の入り口のところでラザニアさん死んでたから、まあ俺の結構前だった。表現が違うね。いや、同じだったら同じ。踊ってたんじゃないの？いや、踊ってたのはタコさんだから、タコさんが俺を踊ってたって言ってたの嫌い。タコさんが殺してるの見たっていう。タコさんが殺した後ぐらいじゃない？直後ぐらいじゃない？いや、じゃあもうおかしいわ。ローラーストップしたの。おかしくなくない？だわだわだわ踊ってたのはタコさんが言ったの。違う違う、それはタコさんの証言。あなたの証言がずれてるって言ってんの。いや、俺ずれてないって。じゃあな、カシオカ。俺、タコさんがやったとは考えにくいけど、タコさんもつってた方がいいとは思う。まあ、うん、絶対いいよ、別に。まだ一人しか死んでないし。タコさん、ボタンどうぞ。これ、ボタンねえから、行った方がいいな。どうぞどうぞ。あ、いや、ローラストップしてもいいと思うんだけどな。私もそう思う。一応バラが追求したことをもう一回言うと、カシウカは最初の時にタコさんが殺してるのを見たって言ったのに、最後死んでたって言ってた。言ったね。確かに言ったね。おかしかったよね、やっぱりね。そう、あとマジでタコさんは本当に直前俺とすれ違ってるから切る前室に入れ替わりだったから死にくいとは思うけど、俺それを逆手にとって俺を黒塗りするためにさっきレポートしたのかなと思ったんだよね。まあカシュカさんだったんだけど、まあそれであのアルクさんがもしカシュカちゃんといるときにそこで離れてるならアルクさんもまあワンチャンあるのかなと思ったけどっていうだけ。まあ俺が出たときは誰もいなかったです、うん、まあカシュカさんがタコさん殺したって言ってるからってことだな、うん、まあそうね、アルクさんは、うんまあただ俺単純にローラー止めるの嫌いだからな。俺も確証はないから釣った方が安全だとは思う、うん、まあでもこれこそ2位でいいんじゃない？入れたいと思う方入れたらいいんじゃない？スキップはスキップ、タコさんはタコさんで、あ、じゃあまあ遠いでやって、もし釣れなかったらもうそれはじゃあもう柏が鬼でも決め打ちっていう感じで決め打ちいつもローラー推進派のシールモさんが今回はそうなんだよ、ね、釣らなくていいって言ったのはめっちゃ俺目線からはめっちゃ白くなりました。白くなったの？やった。逆に気になったけどな。シールもタコラインある？あ、そういうライン。ね、プロポーズですか？まあそう、そう考えてくれてもいいよじゃあ。え、プロポーズ？どっちみちシールもさんは。振られんじゃねえか。振られるから。リが一人しかいねえじゃねえか。まあまあまあ、さすがにね。バイバイ。俺もローラごめんな。プロポーズじゃなく。ここじゃねえわ。
はい、割と直近だね。バラです。最終位置を教えてもらっていいですか？ラボです。ラボです。O2 です。モノ。うん。なんだろう、エレクトリから降りてきた、まっすぐ降りてきたとこ、ボイラー上の広い空間。見てた。俺もシレモさん見えてる。うん。さんどの辺と？あ、でも入ったとこだよ。ああ。ドロップシップ一回寄ってから行って、入ってちょっとしてなってるから。あ、ヤクジとケさんがどこ？ごめんね。これラボ。ラボだけど、あ、ラボね、まあ、お互いは認識してないよ、でも。うん。シレモプリンはお互い認識してる。うん、シレモさんいたのは見たよ。アルクさんの死亡推定時刻はもうついさっきで、心電図を見た瞬、開いた瞬間に、行ってて、うん、で俺、うん、左からオフィスに入ってきたんだけど、後ろ誰か追ってきてんのちらっと頭だけ見えて、カシュガかなと思ったんだけど、カシュガ死んでんだよね。まあ、心電図見開いた瞬間にアルクさんがデッドになって、アドミン、うん、アドミンつってアドミン見に行ったアドミンで死体って感じ。すごい、アドミンで死体、アドミンで死体、うん、だとしたらプリンは無理だよ。なぜいい、うん、プリンシーでもいい、薬島系モノバラの中に行ってもいいと思うんだけど。シーラモが見えてるって言ってるぜ。ああ、そっか、モノさんは見えてる。どれぐらい見えてる？モノさんがついさっき、O2 横の閉まる廊下出てきたぐらい。シーラモさんが、ゴミ捨てのタスクかな、下から入ってきたさ、うん、とこのタスクやってるのが俺見えてるから、それシーラモさん間違いなければ、そう、間違いない。距離感。ああ、だけど迷路やりに行った感じ、うん、左下に。誰に聞いてる？俺は、いや、まだこっち側助けいっぱいあるから、配電盤とかやってるよ。エレクトリカルのあの、あれでしょ、O2 の通路のとこってことでしょ、縦長の通路から。そうそうそう、縦長の通路から出たぐらい。ああ、オッケーオッケー、室内ね。室内ね。うん、室内ですね。あ、オッケーオッケー。ごめんごめん、ちょっと時間使っちゃったね。うん。ってことは俺、契約島どっちかだな。まあ、それかバラは疑われてなくないの。あれ、バラさん結構白だと初日から思ってるからな。まあ、カシューか詰めたの。詰めたって言っても、まあ、うん、ローラーストップ派だ、うん、ボタンねんだよな。待ってね、待ってね、はいどうぞ。はい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 、シーレモ、特になくて。余裕あるしにローラーしとく。誰と誰の？薬島系。薬島系で、計算の方が黒いと思うけど。でも、バラさんが絶対に必要が。あ、まあ、そっか。言うの、まあ、いや、モノさんから知らなくてもいい。モノさんが言う、モノジが言うんだったら。まあ、俺のあくまで印象だけね。バラさん白いなっていうのは、構造的に。村目線は3人容疑か。うん、だから私は3人はちょっと。オッケーオッケー。薬島さんは、エレクトリカルにいたじゃん、アルクさんは。いた。いて、ストレージかなんかのところにバラさんとアルクさん入ってったよね、多分。いや、入ってないよ。あれ、ストレージの方行ってなかった？エレクトリカルの後。俺、エレクトリカルの後、どこ行ったっけな。だって。あれ、なんか俺、そのまままっすぐラボの方行って、アルクさんとバラさんがストレージ入ったように見えたんだけど。気のせいかな。あ、俺ね、ラボ行こうとしてやめて、なんか、あのね、エレクトリカルの上にシーラモ、誰かが残ってたのが気になって戻ったんだよ。まあでも言って、そのバラさんが見ててくれてるかなと思ったけど、別にまあラボって普通に弁当あるから、別に白くもなんないから、そんな俺の。うん、てか、下位置アドミンだから。うん、そうそうそう。うん、だとしたら。役者のラボのどこまで行ってんだっけ？ん？え、最終位置、最終位置。ラボのどの辺？ラボの顕微鏡。計算は？望遠鏡？望遠鏡か。ちょっとくらいかな。エレクトリカル終わって、ドロップシップ寄ってラボ行ってるから。なんか私さ、プリンちゃん以外の人たちがさ、エレクトリカル出て全員右に行ったの覚えてて。俺は喋っていいですか？あ、ごめん。はい、ラボでさ、薬師は温度合わせるやつ最初にの方にやる。わかんないなぁ。いや、あ、やったよ、やったよ、うん、やったよ。顕微鏡をその時にはやらなかった。わかんないうちに緊急来たんじゃなかったかな。どこって探してるうちに。うん。
どこ？どこ？どこ？お？どこ？お？ん？ん？今ごめん、めっちゃ黒く見えるけど違うの、あの私あれね、アドミンにあったんだね、なんか死体光ったと思ってどこだろうって探してただけなんです、すいません。どこにいるの、プリンちゃん。正確な位置を。私、あの、アドミンの入り口らへん。上側？上側、上側。あ、じゃあ、プリンちゃん、僕入れるわ。え、違う、違う、違う。話最後まで聞いて。コミュニケーションズで私、タスクして、で、誰か死んでないかなと思って、心電図行こうと思って、アドミンの前で、ん？今光った？と思って、戻ろうとしたときに、ちょうどヤクジとバラさんが来たタイミングだったってだけで、私はやってない。でも、めちゃめちゃ黒いく見えるかもしれないけど、マジでやってない。いや、僕、心電図で、モノさんが死んだ瞬間見て、うん、え、そうだったの？え、だったらごめん、最後まで聞いて、アドミンに入った時に、誰も見えない状態でモノさんの死体が見えて、っていう状態なので、プリンちゃんが下側にいたっていて、バラさんが近づいてくるのを見て、レポートしたとしか思えない。え、違う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 、私、アドミンの入り口らへんにいたんだよ。で、いいよ。え、入り口にいたよ。いや、それは本当にそうなの。待って、ここじゃ水かけ論だからやめよう。屋久島仕入れもは左から来たけど、うん、ずっと一緒だった。違う。仕入れはないのよ。見てない。オフィス入るまで一緒だった。はい、入った後か。オフィス入ってない。え？入ってるわ。あ、まあ、オフィスが、オフィスがある建物の全体的に見て。全く一緒じゃない。入り口あたりで見た気するけどな。まあいいや。ごめん、俺ね、ちょっと指離すの失敗してプリンターに入れちゃったけど、計算は、計算は俺はずっとロボにいるよ。え、いや、本当に私じゃないんだよ。あの、本当に、通り…ラボ、ラボ。プリンターのじゃあ動き教えて。あったって何が？出会った？どうやって入ってきたのか教えて。アドミンから。え、ね、私じゃないよ。私じゃないから頑張って、頑張って。これバラさんだと思うけど。バラさんか。私じゃないから。俺カシューカも使ってるし、もう一人の誰？え？わかんねえって言っちゃったけど、スキップ入れるべきだったな。となると、まあ、つか負けか？これ下につかないとボタンあるのか。え？はい。みんななんで釣れちゃったの？全然白だったじゃん。え？いやだって俺目線見えてなかったんだもん本当に。え？おかしいよプリンさん。何で見えてられないな。なんで見えてなかったんだろう。で屋久島、バラさんかなじゃあ。待ってだってもうバラさんだけど。僕
進展図直前で見てて、だってそもそもだってバラさんだはなんでそんな樫岡が一郎目線で話をしてるの？まあ樫岡タコに一郎いて、うん、で誰かの別に樫岡を釣った釣りをしたからといってバラさん白くなんないと思うんだけど。待って、そういえば役所もさっきおかしくなかったっけ？なんていうの？何の容疑だったっけ？あれじゃないの？ラボのタスクの話じゃないの？ああ、いや、それじゃな。ああ、そっか。それはだけ違うわ。それは黒く見れない。待って、計算がラボにずっといるのはなんでだ？タスクがあるから。ああ、まあそうだよね。役所仕入れもは、待って、俺絶対プリンターだと思ったからめっちゃ混乱してきた。待って、分かった。村目線、僕が黒いんだったら、僕以外を含めて、僕以外の可能性も含めて議論してもらって、僕黙ってこう、それ。分かった。でもなんかさっきのからしてバラさんめちゃくちゃ苦戦だよな。一言言っていい？あの、3人の中に黒がいるので、それに騙されないようにして。どうぞ。ん？分からん。でもとりあえずさ、これもう 4人ってもうポーラス釣らなきゃまずいんだよ。もだよね。ハッできねえしな。そうなると俺はやっぱりその樫岡で釣れてるっていうなんかもう決めつけた進行してるのすごい近いんだよな。樫岡タコの中に一郎いるってじゃん。対立してたんだから。いやだってさっきだってバラさんかって言ったらバラさんは樫岡釣っていうかないでしょって言ったじゃん。わかんないよ。わかんねえ。俺は樫岡バラさんかな。あ、ドローになっちゃうんだ。ちょボタン押して。俺ないよ。俺押したから。絶対あの場面押したバラさん。違うんじゃねえの？まずいのか。セルフ早いね。お、ミュートがまだか。はい、どうぞ。屋久島が計算をエレクトリカル前で殺してるのを見ました。屋外同じく、うん、あのバラさんが殺してるのを見ました。ねね、プリンちゃんってどうやって釣られたっけ？プリンはバラさんがその僕が釣っちゃってる、見えてなかったんだもん本当に。プリンちゃんって隠しろっぽいんだよ、多分立場的には。なんて隠しろっぽいんだよプリンちゃんって。プリンちゃん白で白で、終わってないから。あ、そうだよね。それを釣ったバラさんめっちゃ怪しいんだけど、うん、それはわかる、わかるけど、本当にあの精神性誠意のもとをプリンちゃんを釣った。え、これバラさんと屋久島が、屋久島さんが相互に入れ合ってるよな。そうだよ。じゃあ私の投票で全部決まっちゃう？うん、ただマジで思い出してほしいのは、樫岡タコってまあ確かに樫岡怪しめではあったけど、そこはあんまり議論してもしょうがない。いや、しょうがなくないでしょ。だってそこでわからないのにバラさんが樫岡で連れてる前提で話してたじゃん。うん、いやでタコさんのローラーも止めようとしてたのはバラさんだよ。あ、だから樫岡かタコさんかどっちかわかんないけど、正直、まあ、最終的に俺樫岡に入れてるけど。え、全然わかんない。俺役所前でたくさん喋ってるから、白探しに行ってるっていうのを指してほしい。あ、逆、黒探しに行ってるのを探してほしい。単純に死体を俺は見てなかったし。まあそうね、それもそうだわ、うん、まあでもまあね、バラさんプリンちゃんいるんだよな。あ、そう、それもそう、うん、それはそれを見ていいけど、他のところもいろいろ見てろ。頑張れ、無投票はなしだぞ。無投票はマジでやめて。分かってる、分かってる。おお、ナイス、素晴らしい。まあどっちにしてもこれ入れられなかった方が勝ち確で、入れてられた方が負け確なんだけど。そうね。よし、入れもそう、ない。ひらひらした。いやー、つまんない。いやー、役所は頑張ったよ。いやー、ナイスだったな。よ
かった。バラさん黒かった。バラさんめっちゃ黒かったのになんでバラさん釣らなかったの？うん。すごいか。先輩だか。いや俺これちょっとでも俺に入ったの納得いかないわこれ。天才だ。いや俺これはバラさんが負けたと思ったよ俺は。負けたと思った。役所は勝ったと思った。プリンターつった時点で、そうすごい、シルムさんすごい、この感すごいわ。いた。ここまで持っていかれるなら、やっぱロガローラー抗うべきだな。プリンちゃんってシルムさんとさ、死んだ時一緒にいたから絶対白なのにつったっていうのが。そう、うん、そうなんで、私もそこは引っかかってて、だけど、シルムさんと一緒にいたの言ってたじゃん。あれだ、プリンシルムもので隠しろ3人いたじゃん。そう、あの容疑者は薬島系だけだったから、思い出した。役所系バラだった。役所系バラだったから。うん。役所の方が来るみたいな話言ってたじゃんといえば。でプリンを隠しろだったからあの場面で釣るのはおかしいよね、黒いよねっていう話だった。いやでも私がマジでタイミング悪く。いや別にプリンちゃんはあれは悪くない。悪くない全く悪くない。俺だってあれなんで俺疑われねえんだろうと思ってたもん。しかも役所は別に左から来てなかったじゃん。うん。っていうならさっきの議論でプリンは隠しろもらってます。屋久島系で一郎ですよっていうのを思い出させてくれればよかったかなっていう。でも私はそう言えればよかったんだよね。うん。それが多分あれ多分バラさんプリンちゃん見えてるよね。普通にすれ違ってる。いたよね私。普通にすれ違ってる。すれ違ってんだよ。見えてだから一番最初に、だから一番最初に私じゃない。いやなんだな、ね、俺雑魚に雑魚釣りされちゃって。いや、しょうがない、しょうがない。惜しかったね、マジで。いや、スペシネはマジ事故るからな。俺といい雑魚釣りが続くね。アドミンで見たときさ、ラボにもいなかったし、スペシメンもいなかったし、アドミンから入っていく人見えたから、よし、スペシメンでやろうと思ったらさ、殺した瞬間タコさん来るのよ。まあまあまあ。いやでも納得いかねえ負けだなこれ。いや確かに俺絶対勝ったと思った。俺もこれは負けだと思った。最初さ4人で会議した時にさ屋久島に入れたのって計算だった。これだよ。あだよ、ね、あそうだよね。あえそこの時シレモさんそっち入れてんの。バラさんに入れたんでしょう。そこで何で最後勝ったな本当。最後の演説で結果的にそれを勝ったか。本当すげえすげえすごいな。いや納得いかねえこれマジで。上からもう動画が役者が白かったけど。いやもう展開2はバラさんが黒すぎて。そうね。まあプリンが見えてなかったら仕方ない。認識できてなかった。いやでも私もそこでちゃんと最初に白隠してもらったじゃんって話ができてればよかったんだけど、うんうん、マジでタイミング悪くレポート光って。あれ今光ったよなって戻った時にバラさんとすれ違っちゃったから、あやばいこれめっちゃ疑われちゃうと思ってそっちの方ちょっと気にした。いやでもよかった俺マジで。俺アルクさん殺した後さもう速攻バラさん死んでんぜんとこから来たからさ、もう会議始まった途端に俺見てんじゃねえよって言おうと思ったんだけど言わなくてよかった。じゃあ私がそこ通り過ぎなければよかったね。しかもあと役所あれだよね、ラボって言ってさ計算もラボだった時ちょっとそう、もうとりあえず先に計算の場所聞いとかなきゃと思って。なんかね、2つ話すと、まあ、1個はみんなシウレモのこと舐めすぎっていうのと、もう2つは、カシューカじゃない、ごめん、チポタンの分かってますよ感がめっちゃ黒かった、最後の。それがシーレマさんをみんなが舐めてる理由でもあるし、いや、でもシーレマさん、俺がさっきシーレマさんの立場だったら、バラさん釣ってたと思うよ。違う、なんかバラさんは全然何も分かってない感じがすごい村っぽかった。あ確かに何も分かってない。CM にそんなこと言われたらおしまいだぞ、バラさん。いや、確かにそうだ、バラさんは、まあ。それで勝ったなら、まあ別にいいかな。負けたんだと、CM さんの理論があったのか、ちゃんと。確かにそうだ。プリンで絶対釣れてると思ったから、マジで混乱してたから。そう。その混乱性がめっちゃ村っぽかった。ああ、師匠が通じてる。これはある、確かにこれはある、それはなるほどね。演じるのは、盤面整理だけじゃないんやな、このゲームは。そうなの？俺ももっとあわあわしよう。あわあわしよう。あわ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 あいやもうのリーダーですごい。ラスラスなんだろうな。俺見えてなかったの。本当に何も分かってない感はめっちゃ白かったよ。
いや、まあ上から見たらめちゃくちゃ黒かったけど。なんか同じことで悩んでると思ったんだよね。まあだから、まあ、シーデモさんの視点がマイノリティってことだよね。なんだよお前。褒めろよ。放出するぞお前も。俺だって負けてるから褒めるわけないじゃん。確かに。むしろけなしたい気分だよ俺。両手も言ってないくせに。役者が負けてるせいに気持ちよくなろうとしてる誰かと思って。それあいやー辛かったなー。ナイスゲームでした。よかったよかった。俺しま白いと思うわ。俺も白いと思うわ。これは白かったな今。いやータスクもせずにもうフラッシュライト配電盤の前で待機してたからな。ずっとだから直ったからな。爆速だったでね。そう俺がねそうエレクトリカ行くときね、あのドロップシップの回してバラさんが獲物探してたんだよな。俺まで獲物探してたんだよな。俺は一応言い訳しとくけど、別に何も黒くないと思うんだけど、あのドロップシップ降りた順番結構大切になることが多くて、まあそうね、覚えてた。うん、いやまあそうね、俺もなんかそのどっち方面行った人数えてんのか獲物探してるのかどっちかなと思って獲物探すは面白い。しましろいなどっちだなみたいな見方してたもんね。と思われないように2人組で来た人たちと一緒に降りたよ、薬師マラザニアと。なるほど。俺でも停電来なかったね、バラさん。来なかったね。俺心電図見てた。あ、心電図に来てたね。うん。ね、タコさんさ、うん、計算幼いな。タコさん、シレモンのこと怪しく見えてるかもしれないけど、マップ見てただけだから違うから。え、何それ？何も思ってないけど。だって最初どう？一回変な名前出してもらったやつか。その後ラボに行くときも私一時停止しちゃったから怪しく見えてるかもしれないけど。それは全く思わなかったけど。あ、よかった、マップ見てるだけ。うん、するか。シーロモさんとずっと一緒だったけどやられなかったから白いよ。シーロモさんは白いわ。白いな。どこで？どこで？シーロモさんって自分から釣られに行ってるよね。言ってないよ。これ入れたやつ絶好だから私に。一人入れてる。タコさんでしょ。いや俺入れてないよ。バラさんでしょ。前回は入れるだけど今回は入れてない。仲良くしてくれよ。ずっとも。ちょろ。交差する運命。ホワイト。はい、うん、インポスターいないのかな。みんな生きてたから押した。うん。ナイス確認。心電図があるから全部ホワイトでも黒。ここセキュリティ難しいね。むずいよね。難しい。ああ。いやー、俺は自由形には近づけなかった。ボイラーにいた。ああ、タスクしたいけど無理だなーって。
歌手方には近づけなかった。俺結構モノさんのこと白で見てます。超個人的な、超個人的なあれだけど。ラボの女性室でバラさんとすれ違ったから。ああ、アルクさんと一緒にいたのか。アルクさんはすれ違った気がするけど、同じいたんだ。そうだね。俺、カシゴタンがボイラーの中にいるのだけ見て俺引いてた。うん、無理って。俺、モノジーと O2 だけど殺せなかったからやっぱ白い。モノジー結構白い。O2 結構長い間にしてたけど。俺も前回シーラモさんが白で、今回はバラさんが白い。俺を確認してるのに去ってったからモノジー白いんだ。分かってるね自分のこと分かってるね確かにね鬼だったら殺してるでも多分あのカシオカがセキュリティ見てたのはああこういう風に見えるのねっていうあの気をつけて殺さなきゃなっていう あの殺す前の下準備あなるほど、ね、見えるんだろう村のうちに見とこうってまあでもねあの理由としてはどうやって見えるんだろうっていうのは本当そうやってセキュリティマジむずいよねで、あのモノジーがいたりしたんだけどこれはどこの画面だって思ってわかんないよねいいかな残り時間なんもないかなカシガさんに入った絶好ポイントが溜まってるね俺あれだ、ね、よ得票数で勝敗決めるんだったら一番強いんじゃないいや、シーレモさんだよ。シーレモさんだよ。確かに、それはそうだ。めっちゃ来るね。ごめんなさい、シロ。はい。はい。水だった仕入れも発見。はい。プリンちゃんがエレクトリカルの上のダウンロードかアップロードやるところで死んでたんだ。そういうことか。薬島系タコ歩くは白です。そうだよね。うん、あの、中華系タコ歩く。スペシメンルームにいた4人を見た。うん、それは、ね、そう、それがそうだね。じゃあ、出てきたときに俺を見たのは見たね。これずっと一人だったんで喋ってもいいですか、はい、僕、ウェポンで地図にタスクがあったんで、リアクター無視してやってて、その後心電図を除いて、プリンが死んでたのかな死んでた、うん。死んだ瞬間見てない。で、アドミンに入って、これどこだって5個ぐらいしか見えなかったから、探してる時にタコを歩くが、除染室から出てきて、レポートって感じ。はい。うん物もちょっとうちいちなんで言いますけど、コミュニケーションズ所と行って、その後ボイラーの、さっき歌手方いて怖くてできなかったタスク2つやってる途中で終わり。うん。まあ、スペシメンにいた4人なんだっけ、歩く。屋久島、タコ、系。それはないと思うから、物、うん、バラ、ラザニアさん。ラザニアさんも喋ってないよ。私は、リアクター。の近くまで行って終わったからあのウェポンズでチュインチュインしてたあとちょっとだちなみにリアクター止めたの誰左右どっちカシユカちゃんとプリンちゃんだっけそうだね俺とプリンちゃんじゃない左は見えたと思右はケイさん計算だと思ってたけどバラアドミン情報出してウェポンにウェポンに最後1個あったんでネキちょっと白目で見ますはい、うん、じゃあ、うんタコバラ？うん違うかモノバラ？カシオカじゃあやってね。え俺だって俺はリアクター終わった後そのまま水あの一直線にラボラトリーでシーレモさんに会ってでその後出てくる2人が。いやカシオカさんが怪しい理由はプリンちゃんと一緒にいたのに目撃情報出さなかったから怪しいってだけかな。あ俺計算だと思ってたからだよごめんね。ん？うん茶色茶色だから。わかる。あまあ計算と解除したと思ってたからごめんね。村目線シーレモとバラも黒い黒いとか。容疑者1まあ1ではある、うんそうだね、
ピーラモ的にはさっきの詰められるかなと思ったのです。うん、いや、リアクターが終わった後の動きみんな言ったらいいんじゃない、とりあえず。あ、じゃあ怪しい人だけでいいよね。物はリアクターに参加してません。コミュニケーションズでなって、そのまま無視してボイラーの方行ってる。うん。カシユカ、カシユカ左のリアクターでプリンちゃんとずっと一緒にいて、なかなか解除されなくて、解除終わったとき、まあ先に出て、ラボラトリー直行で、望遠鏡の近くかな、シーレモさん見て、その後除染室から出てくる薬島圭さんかな。そう、うん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 、バラさんはリアクター参加してなくてウェポンで2個目のタスクやってるぐらいで、心電図見ようと思ってオフィスに移動した。うん、で最後はアドミン。そっか。でタコ歩くと合ってるかな。うん、合ってる合ってる。でじゃあバラさんもあんまないね、可能性。下位置どこだ。別に一緒じゃん、エレクトリカルの上でしょ。あ、もしカシウカが、カシウカは容疑者位置だけどバラ容疑者位置じゃないって言ったら、同じく容疑者位置だと。シーレモさんは逆にあのもうセルフレポートしかないんじゃないかなと思うけど。シーレモさんどこいたんだっけ。一応じゃ あ、でもそう。シーレモさんが見つけてるんじゃないの、エレクトリカル。シーレモはラボで見てるんでしょ、カシウカは。リアクター右直す、望遠鏡でカシウカさんと出会う、エレクトリカル行ったらプリンちゃん。それだけ。だから、そう、殺してすぐレポートぐらいしかないと思うよ。なるほどね。絞れん、俺は絞れないから分かります。村目線物も入ってくると思うけど、そうね、中華仕入れもがちょっと濃厚だろう。薬島初日のさ、あのエレクトリカルの展開、俺全然ラザニアさんもできると思ってるよ。ネキどうだったっけ。え、でもウェポンズでしょ。あ、最終位置がウェポンでアドミン情報確認されてるっていうだけで、その道中でやってる可能性はある。全然できると思ってるよ。今回難しいな。難しい、ね、レモさん薄いと思うけどな。難しい、レモ、うん、きっと俺カシユカな気するけどな。最初から鳴ってんのこれ。はいはいはい。O2 のゴミ、 O2 じゃねえよ、 O2、 あ、 O2 のところのゴミ捨ての下でタコさんが死んでまして、はい、直前にネキが、ネキとすれ違ってます。どうすれ違ったか教えてもらえますか。俺はエレクトリカルの後上から行ってて、で、配線やって、配線す、やるときタコさんがいたんだけど、で、俺が配線終わったらその下で。あ、マジで直前ってこと？マジで直前。で、ネキが上に行って、で、ネキは死体の方からあの上に行ってるから。あ、なるほど。ネキは完全に死体踏んでる感じに見えてるってことや。ダダニアさんは1個目の容疑者だって。だから下から来てたら絶対見え、絶対俺結構釣りたいかな。死体踏んでそうって。あ、で俺死んでるの見てたから言うけど、停電になる前はまだ誰も死んでませんでした。あの、一応村に分かりやすく
と停電直した瞬間にいたのは屋久島市でもバラタコです。で、そう、今一応プリンちゃんも死んでんじゃん。停電前はプリンちゃんも生きてた、うん、それは知らん。あ、俺が死んでる見てたから、あの言ってます。あ、ごめんね。ちなみに俺直前まで死んでるいたんだけど、死んだの直前だね。プリンちゃんもってこと？直前に死んだのプリンちゃんな気がするけどね。直前に死んだのプリンちゃんで、モノシーが先に死んでたと思うけど。いや、モノさんは1個前の。片方ずつあれって。あ、違う。え？待って、これ誰が死んだ？プリンが前。タコモノが今回。3キル？あ、タコモノか。ごめん。あ、じゃあ、あ、タコモノか。ごめん、ね。間違えた。タコさんのやつから買いたいんだけど、いいですか？タコさんのやつはラザニアさん釣っていいんじゃないの？役所目線、仕入れも消えてない？まあ、ないと思うけどね。ネキはそっちから来てるのは見てるから。ああ、まあそっか、踏んでるのあるよ、うん、じゃあラザニアさんに入れるわ、私があるっていうなら。カシューカさん目線、モノさんが直前ってこと？タコさんじゃなくて？そうだね。いや、あ、違う、タコさん直前。まあ、モノさんはずっと前から死んでたってこと？そうそう、モノさん結構前だった。でも停電前は生きてた。2年前生きてたならそれなりに直前じゃない？ありがとう、うん、誰も、みんないなくなってた、びっくりした。いや、俺ボタンもうないから助けてた。俺もボタンねえからごめんな。あ、ごめんね、さっきの話、あのモノ G はじゃなくてタコさんが直前。はい。で、モノ G は俺が見た時には死んでた。俺が停電になる前見てたんだけど、その時は生きてた。あ、OK。で、その時アドミンも見てて、O23 セキュリティ2とかいう場面なんかあった気がするんですが。俺 O2 にはね、行ってるのよ、あのエレクトリカルの後に。と停電前に O23 セキュリティにラボ1とかだったはず。心当たりある人いません？え、何、もう一回言って。O2 は俺行ったぞ。停電になる前に O2 に3人いて、セキュリティに2人いて、ラボに1いた。ラボ1は俺じゃねえかな。で、まあ O2 が多分ラブネさんとか。シルマさんか。セキュリティがね、私見てたから。O2 って K さん、タコさんかなんかで入ってかなかったっけか。停電前でしょ。まあ、ね、まあ、そう、死んでる人もいるから、正直あんまもう、いい情報か。あんまいいか。この情報洗わなくていいか。うん、あんまり洗う必要ないかな。ちなみに、俺、セキュリティ見て、あの、モノ G 死んでんなと思って、アドミンに行く、なんか目を離す間もなく切るレポートみたいな感じだからね。なるほど。モノさんの最終目撃は大体か。じゃあ。でも、一回も見てない。見てない。見てない、いなかったでしょ。なかったっけ。あ、じゃあ、せか。見てねえな。わかんねえな。エクトリからも、ヤクシマシーレもバラタコだ。で、最後に計算が来たから、うん。だから、左側で誰も見てないんだったら、ヤクシマ歩くあたりがちょっと怪しいかなとは思うけど。チコタはなんで怪しいの？あ、嘘、ごめん、ごめん。カシユカ歩くか。ああ。ラボでも俺、死体見てないんだよね。俺、セキュリティなかった、その時。俺さっきの最後の日ラボ行ったんだけど、まあラボ探索できてないけどね。まだ俺と入れ替わりというか。じゃあシールモさんとモノさんと入れ替わりでもねえな。同居してたってこと？シールモは今日真っ白だよ。シールモさん、屋久島と一緒に O2 の方に停電、あのエレクトリカル号行ってたよね。行った。うん、一緒だったよ。これ停電後の白照明だった方がよかったかも。走るかどっか。あ、O2 が一緒笑い。ボタンない侍よ。死ぬかな。早く死ぬ。
ちょっと絞れないかもしれないけど、話したいことがあって、うんはい、僕の頭の中では、なんだっけ、左側の建物の下側から、下側の、ゴミ捨て場の下の辺にタコさんがいて、死体でね、うん。で、それを踏むようにネキが外から中に入ったからネキを打ったっていう。外からかは分かんないけど、まあ、そっちの方から来たってだけ。うんそれでもボイラーから来てたにしろ絶対に踏んでる位置だと思ったから、まあなるほどね、うん、でエレクトリカルにあの停電の時にいなかった歌集家が O2 にいるっていうのがちょっといやいたんだけど俺はセキュリティの方から出てこなかった歌集家いたよそうそういたいたっけいや O2 さんがいた気がしてる俺のイメージが停電終わった後に集まった人たちなのかそうだよねえねえ、ポンポンを覆すけど、これってイチロー連れてないかもしれないんだよね。ある。ネキが違ったら、でもネキが違ったらさ、仕入れも参加薬島ってこと？いや、ネキが違ったら、薬島がどちらかと黒くって、で、それをかぶってるかしら黒い。いや、わからん。かばってないよ。かばわれてもないし、今、黒って言ったんでしょ。かばってるわけでもないし、そもそもだってネキ何も反論してなくなかった。ああ、そうだね。そうだね。じゃあ、一郎連れてると思って推理していいの、うん、多分、まあ、ローラーするならここが最後だけど、ローラー先がないと。ないね。そう、ローラー先ないから、釣るってことはありえないんだけど。なんか、アルプさん白い気がする、私。結局、俺白だよ。このボタンの趣旨だったところは、僕の勘違いで、とりあえず終わらせますんで。え、そうか。そうか。まあ、ただ一つ言っとくと、俺もいた気がするって言ってるだけ。うん、いや、いた。うん、あの近いよ中を持ってるし。あれから終わりました。はーい早いね。停電が何も食べないの気になるな。停電後シーラモ系ってどこにいたの？停電後は O2 だよ。停電後 O2 で一緒になってる。うん。あオッケーオッケー。死体は見れないじゃんね。死体は光ってなかった、ね。うんオッケーオッケーオッケー。ありがとう。O2 の機能こうかな。ねえ一生リアクターリアクターじゃないけど早ない？エレクトリカルか？じゃない。はい、エレクトリカルですね。うん。ピンポン。計算どこいたか知りたいんだけど。俺はラボにおりました。タスク終わりました。うん。うん。うん、ラボに行く前どこにいた？ラボに行く前？うん。停電中。
停電中はスキャンしてたよ。あ、奥にいたから見えなかったのか。スキャン？右上、ラボの右上に。うん、うん。え、ラボに入る前のってんだけど。ラボに入る前は、アドミン一回見て、アドミン付近で一回ヤクシパさんとすれ違ってるかな。でも死んだのは、あのバラさん来たタイミングぐらいだと思うよ。バラさんがあの心電図見たぐらいのタイミングだと思うよ。俺その前からずっと心電図とアドミン往復してたから。え、それラボに入る前じゃなくね、計算。俺がラボ行った時はシーレモさん、バラさんとかだった気がする。ラボの出口でバラさんすれ違ったよね。あ、そう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 。その前は一回アドミン寄って、なんかラボ4くらい行って一人ずつ減ってって、ああ、動いてるから死んでねえなと思って、そっからラボ向かってるけど。あ、ちなみにさ、一個聞いていい？今回、薬師丸って絶対白い？うん。あ、じゃあ、絶対じゃない。あのね、俺、シーレモさんに合図送ったじゃん。うん。あ、薬師丸、弁当から出てきてなかった？わかんないけど。いつ？見てないよ。あの、ラボラトリーのさ、あ、違うよ。あれ、あの、配線2つをあそこの左右のやっただけだよ。そうなんだ、ごめんね。ね、ごめん。カシウカさん、あのね、私カシウカさんすごい黒いの。あ、そうなの。めっちゃ大きかったから。村目線で分かりやすいに整理すると、心電図で仕入れ元バラが死亡を確認します。アドミンで、アドミンに行くときに、オフィスを左から右に行く、ヤクシマとすれ違います。アドミンに行きます。で、ウェポンとコミュニケーションの辺でカシウカと出会って、エレクトリカルに行って。あ、俺あのボイラーの方から来たからな。そうそうそう、だから怪しく見える。え、マジか、ごめん。でも入れて忘れてもしょうがない、意味ない。いや、これね、怖かったんだよ、カシウカさんの動きが。だから合ってると思うよ。いやー、これ無理だって。ナイス。めっちゃナイス、めっちゃナイス。ナイス。ナイス。シーレモさん、怖かったのって俺がさ、ガチャガチャしたからでしょ。いや、だってその前から追いかけてきてたじゃん、ラボでも。この緑色のハテナの人誰？ああ、追いかけてるつかね、あれは俺、薬師丸弁当から出てきた風に見えたっていう時間稼ぎをちょっと。薬師丸が殺してるのを見ました。ああ、おせえ。明日俺朝からちょっと長距離運転しなくちゃいけないんだよ。あ、俺も。あ、それはダメだね。俺も6時起きだわ。魚釣りに行く。シーダムさん5時起きっつってたよ。俺、あの、ひな人形買いに行くからさ。あ、それは大事。ダメだ、ダメだ。おひな様です。ひな様もね。いや、今回はカシウカタンがめっちゃなんか怖かった、マジで。あのね、シーダムさん、俺、ボタン押してほしくて踊ってたんだけどね。ごめん、そうなんだ、私も、あのさ、ラボでさ、止まってればいいかな、とりあえず。もうシーレモさん、ずっとお酒飲んでないよ。え、いいんじゃないの、アルクさんだって抜けじゃないの。ああ、そういうことか。ラスト、ラストね。いやータコさんいいねー。まあエレクトリカルに弁当あったから、弁当じゃねえ、え、タスがあったから、するか、するか、するか、エレクトリカルにタスがあったから、こっち行ってまあなるだろうなっていうのは警戒してたって。なんかめっちゃインポスターいるんだけど大丈夫これ。なんでこんな計算の動きを観察したわ。俺はもう下行って迷路1個終わらせてボタン。エレクトリカルにそもそも弁当ねえだろ。うん、ない。ちょっとタコさんに入れるわ、怖いから。えラザニ島のローラーしなきゃいけないんじゃなかったっけ。ああ、確かに。そういえばね、さっきお互いやった。ああ、薬師丸殺してたって言ってたんだ。うん。ああ。言ってたね。ローラー、あるな、これ。これ、本当に薬師丸出たら釣れそうだからやめとくわ。じゃあ、ちょっと自投票しとくね、じゃあ。ラダニアさん声が俺最初エレクトリカル左上で二人っきりだったからけどやられないから。いやでもどう、いや俺釣るんだったらローラー知ってちゃんとそこまで。俺はダメだ。やだ、怖っ。なんでなんでなんで危なっ。てよかったんじゃないかこれは。いやスキップ入れたぞ。スキップ入れたぞ。
近い方は誰か行くやろと思ったらもういたんだね。プリンシールも。純白ボタンです。お、さすが。エピテルの確認しました。ナイス。なんかリアクターさ解除した後にさ見た、プリンちゃんのラボの前でさ、シーデモさんがさ獲物待ち構えてたの、うん、立ち止まり待ち構えてたね待ち構えてるってこうやってもうチコタンに入れるわ。私はこれはちょっと黒いな。その前もだってね、リアクターになってみんな出てくときに、シデモさんだけ引き返したしね、オフィスの中に。ちょっと待って。あ、これは。チコタンに入れたから。こんなやつおる？ワン。みんなで一人だけ引き返してたの。え？いや、俺さすがにスキップ入れたぞ。俺もスキップ入れたぞ。これは確かに、人狼側、地球を合わせてんじゃん。やばすぎでしょ。ん？もう治るってこと？やったね。ないってことやったね。やっちゃったね。ああ、やっちまプリンがクソ黒いな、これは。俺だって入れてないからね。てかさ、4票入ってた時点で誰が黒いとかないでしょ、一応票の中身洗う？バラは薬師間に入れてます。魔導士入れ間に最速で入れてます。魔導士入れ間に入れてます。ラザニア薬師間。薬師間スキップ。スキップ。私もスキップ。お、じゃあ票が合わないな。誰がついてるね、スキップが。4人どうだすか。いや、これモノタコ白くなったんじゃない？正直に言って2、うん、で、あと2が隠れてるから。そうだね、薬師間かシューかプリン系の中が4人スキップ。そうで、だよね。合ってるね。うん、そうだね。うん。1人薬師間かシューか。でもさ、4票入ってなかった？プリン系。だから4票入ってた。モノタコで。シーレモさんだよ。そう、モノタコで仕入れも入れましたって言ってるのに、あと2人出てこないから、その2郎でしょ、多分。うん、そこに2郎いる。で、バララザニアは薬師間から。仕入れもさんがどこ入れたかわかんないけど。あ、そっかそっか、仕入れもさんの表を考えてなかった。あ、そっか。俺入ってたっけ？自分に入れるか。自分に入れないだろう。あれ俺入ってたっけ？俺入ってたら仕入れもさん俺じゃない。仕入れもさん4、スキップ3。スキップ3だったの？スキップ3だよ、スキップ3。それは見てる。あ、うん、あ、じゃあ、切ろうか。だからまあ今スキップって言った4人の中に1人はいる、ね、9で4で5で 2票違うとこに入ってるのか。あのタコはほぼ白だと思う。いや、その先入観は良くない気がするね。別にまあでもスキップ入れた中にはいそうだけど。だってなんであと2人出てこないの？じゃそれはスキップって言っちゃったからじゃない？うん、もしかしたらあのバララザニアも薬師間入れてるけど、実は入れてなくてシーラマが薬師間に入れてる可能性だったの。ちなみにあのスキップ入れてよって最初に言ってるのは俺とカシューか薬師間だった気がするけど。そうだね、うん、まあその辺はあの高確率で全然できるんで。いや、プリンはそんなことできないからあの大丈夫だと思う。確かに。まあでもおしいれもさんまだ生きてんじゃねえかよ。薬師間カシューかプリン系の中に一郎いるのは確定だと思う。なんで私スキップだよ。いや、スキップだから言ってんの。まあそうだよね。マジでかわいそうだな。
かい。ああ見つけた。おお、シーレモンじゃん。あ、違う、シーレモン。シーレモン違うよ。不良の事故だったわ、シーレモン。はい。計算が、木の前、O2、木の前。O2 の木の前。ああ、木か。上側ね、上側の部屋。じゃあ、タコさんとモノさんはラボラトリーで見たから。うん、エレクトリカルだけどあれ。言えるけど、ラザニアさんは微妙なところ。微妙だね。マジで。うん、エレクトリカルの範疇に入るか分からんけど、エレクトリカルの上を通ってセキュリティやって、上の配電は見た。いや、エレクトリカル入ってないでしょ、だったらそれ。エレクトリカル1まで俺見てるんだよな。屋久島、俺と一緒にいたタイミング？それって。あの、そうそう、カシオカがオフィス入ってきた時に、俺、アドミ見て。あの時俺、うん、あっちから来てね、心電図から来て。あ、心電図から来てんのか。アドミ見て、エレクトリカル1あったから、俺、エレクトリカル今見に行ってる最中だったんだよね。アドミからスペシメンルーム通ってラボラトリーに行ったけど、O2 で殺すってことできる。アドミンからその前、その前が分かんないからな。リアクター前とかがよく分かんないから。ね、オフィスの後、集合の後にプリンちゃんが下から入るの見た後に入ったから。どこにどこに、あ、アドミンのあの除染室から、下の除染室から、うん、あ、じゃあ会議後すぐ、あ、そんな優先度高くないからいい、結構無理だと思う。で、屋久島のアドミン情報と照合したら、エレクトリカルに消え探しって、O2 に消え探し、じゃあシーリモさんはつったでしょ。あ、ごめんごめん、俺は単純にエレクトリカルに計算が死んでた可能性もあんのかなとは思ってるよ。でも俺トリプル入ってなくて、で俺一個気になってるのがさ、カシューパってさ、オフィスには左から入らなかった？さあ入ってくるのは左から入って、で、 あ、 じゃあ、 心電図見てアドミンで、うん、したいな、誰か押してほしいな。もしでもさ、いつまで生きてんの？自分怪しいなって思う人を押してくださいね。じゃあ押そうか。俺そんな黒くないと思うんだけど、うん、マジかわいそう。ねえ、ひどくない？俺はスキップ入れたよ。あ、ネキが押すんだ。っていうか、今プリンちゃんが弁当に入るの見ました。あら、ロザニア、はい、ロザニアさんが押すんか。あの、オフィスの左下のとこ。あ、ごめん、今ね、サボタージュ押そうとしたら弁当入っちゃったの。もうそこはラザニアさんにのすりつけるしかないのに。無理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 、ごめんなさい。私は殺しました、私です。あ、じゃあ、ピンチャントラザニアさんで裏するか。ね、あのさ、実験室の一番右のスキャン、タスクあんじゃん、うん、あれってさ、クルーメイト側がやるときって強制的に真ん中にやる？あ、それはね、同期ズレで普通にちょっとずれて見えるとかあるよ、全然。あ、そうなんだ。うん、全然ある。了解了解。どうしよう。さっきの試合も、シーレも全然鬼じゃなかったけど、めっちゃ左上の方でやってた。ごめんなさい。終わったら面白いな。シレモさんだったって。さすがに終わらんやろ。すごい。ごめんな。あれ、プリンガマニアじゃなかったんだね。気にすんな。あ、計算はプリンがやったよ。いや、うん、いや、してるよ。うん、あ、そうだよね、当たり前だよ。プリンガマニアじゃないんだ。うん、違うよ。違うんだ。てっきりなんかさっき、いや、私さ、ごめん、すごい、ここで言い訳してもあれなんだけどさ。うん。うん、ちょっと待って。ちょっと待つんだ。言い訳を聞くのに待たされる。待たされてるね、今。
はい。はい。タスクちゃん、使っていません。まあ、キルクルタイムのあれと。昨日殺人がプリンだったのかどうかっていう精査じゃない？ああ、それも必要だし、一個ちょっと、あの、別に黒く見るわけじゃないけど、可視化の動きが変だったのって、コミュニケーションとか、コミュニケーションとオフィスの間、上に行って、で、俺はそれ違ってオフィスに入って、心電図行ったら、右から可視化が入ってきて、この人は何をして一周してきたのかなと思ったので。リアクターか左側解除でしょ？そのまま下行ってコミュニケーション入りたかったけど誰かが入っていくの見えたから怖いなと思って、ストレージの方もあるでしょ。でもどうせあの誰かバタラあのボタン押しそうだなと思って心電図見ようと思って心電図見るでしょ。でバラさんがボタン押しに向かったなと思って終わり。 OK、 じゃあこの話おしまい。まあ、コミュニケーション誰か入ったよね。うん、まあ、誰だ、多分タコさんじゃないかな最後。そもそも時点でカシガちゃんが立ち止まってたから怖かったよ。私もベント入ったかもよ。まあ、コミュニケーション。はい。で、ちなみに、ケイ殺し。ケイ殺しね。タコモノがなくて、ラザニアさんも白、まあさっきのもあって白で。え、ネイキー目線、俺も白いよね、あれ。計算のは。ミックスのどこだ？スペシメンで会った時だよね、きっと。俺がラボ側の除染室から来て、うん、スペシメン、ネキアドミン側から来たでしょ。うん、その時。え、違くない？薬島がオフィスを左から右に行った時だよ。俺とバラシーレモとだからその時に俺はスペシメンでネキと会ってからそっちに行ってのアドミンのところから出てってんのよ。左からです、うん、絶対左から俺左からは言ってない。それはカシウカじゃないの。いや違う、屋久島だった。いやマジでそれは嘘だわ。屋久島はそうだもんだって。屋久島はアドミンにいたところで。お茶になってるよバラさん、マジで。いやさっきミス、あのその辺それミスったからちゃんと見てたの今回は。プリンちゃんどうしたの？あーごめん、あのさ、すごいどう、すごい言い訳なんだけどさ、私基本的にあの宇宙船しかやったことないから、これ落とし穴のとこがベントじゃん、うん、思いっきりなんか なんだろうこの穴と思ったんだけど、サボタージュ しなきゃなと思って押したらベントになったっていう。悲しい、やっちゃったわ。でもね、マジでもう一人の人には申し訳ないことしちゃった。マジで怒られるかもしれない。ただバラさないでね。アルクさん。ん？怒られる。アルクさんひどいんだよ。ついにね、何もしてないシールも。何もしてないシールも。そう、シールも取られた。カシューカタン怖え。いやマジカシューカの動きが怖すぎる。いやバラさんが一人で行ったから。バラさんがやばすぎる今マジで。うん、いや俺は屋久島にあの。ま、薬師丸がボタンを押そうと押す前とずっと一緒にいようと思って、カシューカのその前の動きが怖すぎたから。なんで別にあれじゃない、あのバラさんはマジでごっちゃになってるよ本当に話が。じゃあさっきのあのやつ、俺がごっちゃになってるかもしれないからやめよう。計算の殺人事件の話でしょ、ごっちゃになってるっていうのは。うん、オッケーオッケー。それは俺目線ネキもないし、ネキ目線も俺はないはず。オッケー、ネキもそれでいい。スペシメンルームで薬師丸と通り過ぎたのは本当。うん、そう。でその後俺がアドミンに出てアドミン見てエレクトリカル1あるのを見て行ったところだから。うんうんうん、うん、出たところでレポートだから、それはカシューカも見て分かってるはず、見てるはず。うんうん、じゃあでタコモノないんだよね。うん。タコモノまずない。ラザニアもその薬師丸さんの証言も合わせると合わせたらもないね。うん。一応復習させてもらうと、バラシーラモが心電図見て、ね、これさ、バラ、え、バラカシューカっつっていいんじゃないの？うん、そう、ローラでいい。カシューカから移りたい。俺は、でも、エレクトリカル1が気になってんの、ずっと。計算が死んだ時の。あ、レポート誰なんだっけ？バラさんが下位置ずらしてるんじゃないのって俺は思ってる。レポートがバラさんだったっけ？バラさんがレポートだった。
バラさんと屋久島と俺がアドビにいたんだけど、俺バラさん見てないけど、バラさんさもうさっさと早めに出てたってことだよね。いや俺はだってカシューカとウェポンの上あたりすれ違ってる。ウェポンの上あたりだっけ。うん、じゃあ出てくバラさんとすれ違ってんだっけ。出た後屋外ですれ違ってる。今のリアクターもさ全然直んなかったんだけど、右側多分直んなかったんだけど、それは、まあ、ようやく直った後に俺エレクトリ側から行ったらカシューカさんそこにいたから、ね、俺 O2 側から入っちゃったらさ扉全部閉まってて全部開けてたのよ。ようやく直したのはバラだったんじゃないか。どっちにしろバラさんまで終わんなかったらバラさんまで行きたいかな。それで俺目線終わる。でそれ終わんなかったら約しまって終わるんだよ。ナイスいやもう、キルタイミングないね。いや本当にごめん、本当にごめん。え、修行さんマジで言われたの？無実で。くるくる言われてないか。ちょっと話させて私に。していいよ。くるくる聞いてよ。あの最初のキルタイム潰すいつものボタンあるじゃん。平和のボタンね。うん、あれで釣られた。いや難しかったね。キルタイミングないね。カシューカ入れたでしょ。スキップ入れたけど。うん？カシューカ入れてんだよ。え、俺本当にスキップ入れてる。マジで。釣れると思ってた。鬼は私とカシューカさんなんだけど、二人とも。さ、嘘つくのそこで。かわいそうだった。あと二人誰だ。え、俺スキップ入れたと思うけど、だって釣れると思わなかったし。え、アルクさん放送切ったんだよね。うん。あの小悪な悪行を全世界に知らしめてほしかったわ。ほしかったね。ほしかったわ。てか、カシユカさんマジでこうね。ケイスケさんのがあるでしょ。俺もね、1キルもできなかったのよ。いや、でもケイさんやって、あげてもらう、ケイさんに。ケイさんやった時に私、まあ話題に出なかったから、ちょっと頑張ろうと思ったんだけど、あのさ、宇宙船と違って、ベントが穴じゃん。うん。で、あれを私、穴があるのちょっとわかんなく穴がなんだろうと思ってあそこでサボタージュしたろうと思ったらベント入っちゃったっていう。一応親切に赤い服縁が光ってんだけどね。まあそうだね。あとまあでもね、でも俺もキルタイミング全然なくてキルできなかったからね。ねえ寝ようと思って抜けてる2人誰。もう一戦やるに決まってるんだから早く帰ってきなよ。もう一戦やるか。もう一戦やっても初手で釣られるよ。シェイモさんやだ。なんでアルカさんの方向に残ってないの。え、ケイさんも話してる。録画してるよ。絶対残してね。絶対残して全員ぶっ殺すわ。俺みんな悲しいでもそれ。本当に悲しいでもさん4票も入れたの。俺入れてたかな。俺入れてないと思うけど、普通にスキップのところ押してくれたのかな。あと1人来てるんだよ。ラザニアさんか。ラザニアさんならまあ私ここない私薬島に入れたよ。え、そんな接戦で死んだの。いや、結構圧倒的だったの。圧倒的な4対3だよ。4対3か。4対 3？ え、3は何？スキップ？3スキップ。私スキップだよ。本当にスキップで勝つ。スキップに勝つ女っていう称号あげる。シュレモさん。ありがとう。ついに釣られたなぁ。いやでも大人気だな。めっちゃみんなに好かれてんじゃん。いやー、キルタイミングないねぇ。プロポーズ。いや、難しかったねぇ。むずいわ。いやもう切りたいのにね。帰ってきて。シルモさん死んでくる。あそこに来た、神殿図来た人殺そうと思うけど、みんな複数で来んだもん。そうだよね。てか停電もちょっとあってもよかったんじゃないの。でもあのエレクトリカル何だったんだろうな。いや、プリンさんが行ったんじゃない。いや、多分ね、あのね、バラさんがセキュリティにいたから、通路ももしかしたらエレクトリカル判定になるんじゃないの。通路もエレクトリカル判定なのかもしれない。あの、ワイヤーが。あ、そうだよ、そうだよ、そうだよ。エレクトリカルって、なんかあの、停電のあの柵の中だけじゃなくて、上とかもエレクトリカルなわけ。あ、そうなのね。で、セキュリティに入ったらセキュリティになる。あ、そうなんだ。そうで、それと同じで、あの、O2 も、あのなんていうの、おあのゴミ下の下まで O2 だよね。そうそう、ゴミ下とかあの辺も O2。相当眠くてインポスターはきついな。クルーがいいな。クルーがいい。行きますよじゃあ。いやでも今日インポスター多いからな。一回ぐらい勝ってきてんな。ポスター勝てない。ショーテシールラスト出してよ。ポスターいいわ。ダサいな。ダコさしてよ。計算飲んでみよう。あ、うん、俺飲んでみて。
そんなもう知ってほしい係になってるじゃん。絶対変わるな。絶対やめてね。絶対やめてね。絶対やめてね。ここではつってなくない？さすがに。絶対やめてね。ここでつったよ。さっきこの次でしょ。この次だったっけ？最初に殺されたもんね。あ、青シャッター、青シャッター。いや本当ね、入れた人は反省ドキドキする、ドキドキする、それ割れてんね、接戦じゃん。いやでも2票はインポスターかもしれない。インポスターは誰にも入れる。いやこれね、そろそろいい加減ね、村側はマジで。いやー、ペカペカのホワイトですね。ホワイトボタンでござるよ。カシオカさん、これ俺めっちゃ白くない？白い。あのね、白くはねえよ。別に白くないよ。マジで、俺がエレクトリカルのドアなんとなく開けとこうって開けた瞬間停電来たから、即直した。あ、まあ、確かに。だけどさ、噛み合わないパターンがあるでしょ。まあまあね。そうそうそう。でも、あのさんとそこですれ違ったのは見てるけど。そう。なんとなくドア開けたとこで開けた瞬間停電来たからちょっと笑っちゃったわ。モノジーがね、多分ウェポンで俺が殺さなかったからだと思うんだけどね、エレクトリカだとめちゃくちゃ俺についてくんだよな。違う、タスクがそんなちょっと自意識過剰なんじゃないですか。いやもう俺のこと信じてんなこいつと思って俺も。だってあれクールタイムの30秒だから信じてません。黒いですねあなた。お前そういうことやってるからシーレモさん釣られちゃうんだよ。俺はみんな村は入れてないよ俺マジで。みんな村はやめようって言ったのに。私はい、どうぞ。はい、屋久島の下、はい、すぐです。そして、はい、僕は、スペシメンルームから、登っていったんですけど、その除染室で、計算と入れ替わりました。じゃあ計算で。カシュータ目線、計算は絶対死体を無視してるように見えてるってこと。うん、そう見えてます。うん、死体はラザニアさん、あ、ラザニアさんの話していいですか。はい、ラザニアさん直近まで生きてて、モノ、ラザニア、シーレモでボイラーのタスクやって、僕が O2 の木のとこのタスクか、あそこのタスク終わった時にタコさんとすれ違ってで終了してます。なんでこの2人の情報も洗った方がいいかなと思います。さらに俺もじゃあ1個言って、俺このボタン鳴る直前まで O2 見てて、あ、じゃあ O2 アドミン見てて、O2 にラボにウェポン1を見てます。ウェポンバラです。
ごめん、O2 さんだった。O2 さん、ウェポン1、ラボン2だから、多分ラボの2は、カシウカ、ヤクシマ。うん、カシウカ、ヤクシマだね。計算は下ってて、ちなみにもっと言うと、俺、スペシメンルームでヤクシマと一緒だったから、ヤクシマは、上に登ってってるから、登ってすぐ殺しだったら、もう計算が見てないの 100% ありえない。なるほどね。で、じゃあでいいと思うんだけど、あとは O2 の3を洗ったらいいと思うよ。O2 はタコモノ。シルスでもラズニアだと思うんだよね。三人。シルモさんはシルモさんでしょ。シルモさん何してたの、あの後ボイラーの後。ボイラーの後？ボイラーでラザニアさんと二人でいたじゃん。ずっとボイラーにいた私は。はい。はい、はい、それアドミン情報見えてる？ボイラーと O2 って違うかったっけ？待ってごめん、どうだったっけ？違うでしょ。でも俺 O23 しか見てない。うん、うん、俺タコさんも十分臭いなと思ってる。そこを次の会議で洗いたいから。そうだね。スキップに。いや、これがあれか。カシウカ入れてるやつは誰なの？カシウカ入れてるのシルモさんか。ケイさん。インボさん2枚じゃないの？いやー、二人いるよね、そりゃね。よかったー、ちゃんと。だからまああれは計算が単純に俺を見てない感じで言ったのは失敗だったんじゃない？かなぁ。だって、そしたらだってもう確定になっちゃうじゃん、計算がやったの。はい。はい。もう、カシュカちゃんは全然。出していいよね。うん、いいと思う。ペさん何も言ってなかったもんね。特に。うん。うん。で、じゃあ、うん、こっちの話、ラザニアさんの方。はい。で、タコはあのエレクトリカル上左上で配線やってる、セキュリティ上か。で、その後に下っていって交通入ったって感じ。で、多分セキュリティ上の配線やってる時はシールモさんちらっと。一緒に行ってたと思うんだけど、それは見てると思う、シレモさんは、うん、うん。でもラザニアさんがどこで死んでるんだあれ。オッツーさんマジ直近だと思うんだけど、うちらは全員容疑者だよ。うん、俺が死んでんだアドミンって順番に行ったんだけど、死んでんの見た時はラザニアさん死んでなくてチコタンだけだったから、マジ直近だと思う。うん、直近直近、超直近だよって考えると、私目線とタコさんとモノさんどっちかになっちゃう。うん、正直俺タコさんの方が臭いかなって思ってて、シーレモさんちょっと白目の理由が、リアクターになったタイミングで俺は外を通ってるんだけど、エレクトリカルのあのまっすぐ下の通路の扉開くのを見えてて、あ、誰か、ごめん、その時にラザニアさんがボイラーやってるのは見てて、で、うん、俺はリアクター行って誰そこでラザニアさん死んでたら、あの彼が犯人だなって思って戻ったんだけど、仕入れもラザニアがそこで元気に残ってて、うん、ボイラーのタスクを続けてたっていう状況だったから、うん、仕入れもさん的にはキルタイミングはあったのかなっていうふうに思ってる。うんうん。だからどっちかっていうと俺はタコさんの方が黒目かなって思ってます。私はシーレモさんとラザニアさんが一緒にいるのを見てモノさんは離れてる。いや違う、ラザニアさんがボイラーに残ってるのを見て、俺は外を通って行った時にあのドアがプシュって開くのを見てて、シーレモさんリアクターの時ってこと？それはそう、その時に戻ったらシーレモさんがいたよって言ったけど、シーレモラザニアが残っててボイラーいたよっていう感じ。シーレモさんかモノさんもう一回押した方がいいかな。うん、もう一回、もう一回押すわ。俺喋っちゃった今。やめてくれ、やめてくれ。もういい、ミュート解除されてんじゃねえか。失礼しました。何言ってんの？失礼しました。ほい。あ、ほいほい。先ほどタコさんがシーレモさんとセキュリティの上のなんか配線とこであったようなこと言ってたけど、うん、それはリアクター5前、前、はい、
前だね。一応、タコシ入れも、ものの最終位置教えてほしい。モノさんが O2 の危険とかだっけ？俺、そっから出てる。ボイラーって位置ついてなかったと思うんだけど、ボイラーね、多分リアクターに走ってったから。あ、だったら多分じゃあ O2 扱いかな、うん、これは。タコさんでも正直他の場所も洗えてないから。んえ、なんてタコさんなんて。O2。だったら死体どこにあんのっていう感じなんだよね。うん、もしかしたら外に出て、あのウェポンコミュニケーションの方にラザニアさんが出て行って、今場所洗えてない人がやった可能性もあるのかなって思った。洗えてないのってプリンちゃんは俺全く今分かってないんだけど。そう、なんかずっと、ね、うん、ずっとごめん、マジで一人で、あ、なんだっけ、ストレージで給油のタスクとかしてた時に、外出て、次の給油のとこ向かってたところで、ボタンを押されたって感じだから、マジで関わってなくて、全然わかんない、ごめん。だからちょっと喋ることもない。うん、いいと思う。で、アドリ見てて本当に、うん、ストレージにはついてなくて、多分外だと思う。うん。から、うん、合ってると思う、それは。バラさんどこなんだっけ？これウェポン、うん、ウェポンで合ってる合ってる、アドミンついてる、つらい、アドミン情報合ってるのか、うん、じゃあだからさ、私目線タコモノどっちかどっちも釣れば終わるんだけど、まあそうだね、まあ、そうなんだけどね、俺ね、オーツでプリクラッシュを見てないんだよね。あ、まあでもアドミン見たのが最後だから、いや、ほんかな、金まで見てたって感じ。レポートなる、シーレモで終わると思うけど、オーツならイベントもある。ポタンシンデルの確認してアドミンで探そうって思って、アドミンを2秒ぐらい見たらレポートなったから、まあその前に、なんか仮にラザニアさんウェポン方面行ったらバラさんもあるのかなっていうふうに思っちゃったけど、バラさんないと思うよ、だってウェポン2じゃないもん。釣れないか、うん、タコシーレも釣ったら釣れそうな気がするな。タコモノだよ、釣れもじゃないよ、タコモノだよ。計算はあれだったんじゃない？俺殺した時の会議は橋岡と俺が一緒にラボ入ってって、タコさんの教えてほしいかな、動きを。タコリアクター5でいいよ、リアクターに行ってたの見てるから。言ってなかったっけ、タコ。あ、もう一回あら教えて。タコさん、タコさん。もうセキュリティ上配線やって、下がっていって TG ドア開けて、そこから落ち。セキュリティ配線やったのリアクター前って言ってたよね、さっき。うん。そのから。この辺の情報いらない気もするけどね。ラザニアさんその時まだ生きてたし。うん。うん、まあ、俺目線だと別にモノGも全然容疑者意思のかのか、うん、かなと思っちゃってたんだけど。うん、3人の動きがよく整理できてなくて。うん、よくわからん、正直。俺もよくわかんねえ。タコさんの動きは今ので分かった、大体。うん、2回言ってくれたから。あと、モノGとシーレモさんは正直わかんないんで、うん。全然わかんない。モノさんはリアクター終わった後に、ボイラーでシーレモ、ラザニアを見て。なんで、なんでプリンちゃんからそれ、プリンちゃんから言うの。ごめん、私が整理したくて、ごめんね、ごめんね。そう、モノは、ボイラーにラザニアさん、いるの状態でリアクターが鳴ったので、俺は外を通って行ってリアクターに行きました。で、そこからエレクトリカルの中入って下降りていったら仕入れもラザニアがいました。それを見て、うん、俺は O2 のダウンロードタスクしに行って、ダウンロードが終わったので出ようとしたらタコさんとすれ違いました。で、レポート、うん、なんでそれで仕入れもさんよりタコさんが黒いって言ったの？俺はボイラーにラザニアさんがいる状態でリアクターが鳴ったときに外通ってるんだけど、建物の中の扉が開くのが見えたので、そこを誰かラザニアさん死んで、もしかしたら死んでるかもしれないなって思ってリアクター後に戻ったら、シーレモラザニアがいたから、シーレモは切るタイミングがあったけど、やってないのかなっていうふうに思ってるから。そのすれ違ったタコさんとはどっちからどっちに行くタコさんとすれ違ったの？大津に入ってくるタコさんとすれ違っただけ、うん、本当大津の直近。知らないんだったらもうボタンいらない気するけど。うん、ちょっと話しすぎたね。やめよう、わかんない。ちょっとごめん。村側はわかります。
歩き白いなぁ。モノさん、別では終わるのに。モノなの？あ、違う違う、タコさん折ってるぞ。マジモンのインポスターがいるぞ。はい、計算どうせよかったんだろうな、あれ。計算が。であ、計算で合ってるんだよ。うん、合ってるよ。薬島さんを見逃してもう一人いるだろう読みして、カシューカさんを殺せればよかったんだけど。まあ、わからん。見つかっちゃった時点でどうだろうね。なんか、カシューカと俺が石とすれ違って、その後だから俺になすろうとしてるみたいな。言えばワンチャンローラー持っていけてる気するけどな。薬島が殺してるのを見ました。俺死んでるのに。なすらないとダメだね。ここにもあるんだ。でもここダメだな、マジ。アドミンの見え方ちょっと調べよう、マジで。確かになんか変なところに点つくなぁとは思ってたんだよな、エレクトリカルとかも。なんか上の方につくからさ、壁あたりにつくから、なんでだろうと思ってたんだけど。あ、あ、まあタコさんよな。タコさんインポスター多いな。うん、タコさんさらっと殺してくから怖い。マジタコさん結構キル少ないイメージやけどな、俺は。毎回なんか通りすがりに殺されるイメージ。しょうか知らないんだ。殺さねえんだ。ボタンも押さないんだ。誰も死んでない。誰も死んでないと思う、うん、アルクさん白いナイス平和ボタンかな。平和ボタンです。まああとタスクも終わったし、これもタスク終わった。私も終わりました。私も終わったよ。終わってません。終わってません。ね、バラさんどこにいたの？全然見なかったけど。バラさんなんかずっと死んでるの見てたよ。うん、あ、びっくりした。バラさんずっと死んでるよっていうのかと。あ、ずっとね、新年の時に見てんのは見た。俺、タコさんストーキングしてたから、あんま慌てねえや。じゃあ、ここはスキップかな。うん、終わってないのがモノさん。まあでも、残り一郎もタコモノシーレモにいるんでしょ。うん、タコモノシーレモにいる。私じゃないけど。それ分かったら十分やりやすいと思うけどね。うん。バラなんでモノさんがタコさんにストーキングしてるのかはよくわかんない。タコさんタスクの。それキルタイミング。俺が死ねば容器者減るし、タスクは。ルクさんはもうさっきの発言も白かったもんな。うん。かな、そりゃまあ、物、仕入れも、箱で絞られてるんだから、そりゃまあ白いんだけども。死ぬか死ぬな、多分。そうそう、タコさん焼けつけるの時間だから。あこれ一人だったらね、よかったね。よ、不思議な動き。えらいな、カシューカちゃんと監視してんな、これ。これ、これたくさんいいんじゃないの？
中までの俺の巻き中終わったでしょ。途中まで白かった。タコさん面白かったわ。停電になった瞬間ちょいって上に、いや俺停電になると思ってなかったんだよあれ。パシュって殺してた。え、タコさんこれ、タコさんそうだよ、うまい。なんかめっちゃいいタイミングで停電になったから、あれなんか狙ったみたいに思われたら嫌だなって思ったけど、でも俺ちょうどその時カメラ見てなかったわ、その場面。あ、三つ組見てたのか。三人は見てたけどね。なんかよくわからないまま終わった。今のタコさんの動きめちゃくちゃ面白かった。本当可愛かったんだけど、タコさんの動き。本当、私停電待ちしてんのかなと思って、じゃあ押すかと思って。いや、全く待ってなくて、めっちゃ俺ひたすら白く思わせようって思って、モノさんを黒く思わせようって思ってただけ。え、タコモノシールも最後いいやって思って殺したらちょうど停電が起きちゃったっていう。タコモノシールもって最初に言ったんだね。俺？ん？タコモノシール持って最初に言った人。モノさんでしょ。うん。モノ人か、冴えてるね、すごい。いや、というか、あの、一番最初に情報出したのがモノさんだったから、俺の中で結構モノさん白目で。うん、あ、そう、そうだね。そう、だから、俺正直タコさんとシルマさんつったら一郎釣れるかなと思ってた。あ、なるほど、試験機会か。私はシールも、シールもだから、タコモノのどっちだかと思って。まあ、私もシールもだから。まあね。そうだから。名言出たな。名言、シールもだから。めっちゃ可愛い動きしてたわ。え、さっきさ、あの、私殺された時タコさん、カシウカさん、私で行ったから、うん、あ、殺されないだろうと思ったら、なんか思いっきり殺されて、タコさんどうしたって思った。あのね、ちょうどね、停電でね、暗くフェードアウトしながらパシュって殺してた。それは全く考えてなかった。停電だったのもやった時に気づいたから。いや、でも自分でやったら暗くなってからやるからさ、暗くなりかけでなんかしっかり見える。え、タコさんなんでカシウカさんいたのにやったの。いや、もうどうでもいい、どうでもいいキルだよ。ああ、なるほど、諦めきれない展開で。そうそう、タコさん雑キルする時間だぞって。そうそう、じゃあ電動起こすかって電動起こしたら本当に殺したから雑キルが。ちょっともう一回、もう一回やろう。鬱憤が晴れない。最初の会議でやられた。もう寝るわ。やだ。あとプリンちゃん、プリンちゃん、あの明日あのノコマル数戦やるってよ。え、本当嬉しい。え、それってさ、屋久島の女？そう、屋久島の女。めっちゃ痛い、めっちゃ痛い。ちょっと明日までにちょっと頑張って寝ようかな。明日寝れねえかな。私明日桃鉄の予定があるんだよな。明日やりたかった。明日やりたい。猫丸ちゃんやるなら。え、チコタン別の日に呼んでよ。チコタンの女。ダメだよ。今度女って言い方。シデモさんが来れないと聞いて俺はちょっと安心してるもん。なんで？意味わかんない。なんだと、まあ明日集まるかが不安だな。まあ集まるか。明日。11時からならできる。俺は募集があったら行くよ。あ？募集があったら行ける。募集があったら行ける。俺はこのやばい眠気が取れてなかったらさすがに寝よう。カシウカさんの声一個で。俺は耳だけはリプで来るからな。いや、今日ね、本当ダメダメすぎるわ、俺。悲しいお知らせがあるんだけど、うん、仕入れもは明日だけではなく、明後日も無理。悲しいお知らせ。朗報じゃん。そんな悲しい。やめろ。やめろ、朗報っていうのは。こんばんは。お、あ、お子さん、お子さん来た。お子さん、あの、配信見てて、明日。あのガラコと今からやるか。ここさん入れてやるか。私も入れるんですよ。明日ガラコタンもできるって言ってたよね。ガラコさんと私を明日入れてほしいなっていう。ああ、大丈夫です。ちゃんと見てたから大丈夫だよ。それだけです。俺も行く。俺も行く。俺に入れてもらうことできるか。ね、ここさん残りないよ。カシユカさんが抜けるからさ、一戦できないところ。俺も今日眠いからもう寝るよ。そうね。今日眠すぎるわ。インポスターこんなにやれたのに超雑魚だったわ。雑魚雑魚。本当に眠いんだなってなんか喋り方で思ったよ。喋り方はめちゃ眠そう。覇気がないんだもん、なんか。うん、もう一戦やりたかった。頭回んないよ。でもみんな2日間シーレモがいなくて寂しいと思うけど、みんな今日お休みだったんでしょ。ねえ、なんで話を遮るの。俺は休みじゃない、俺仕事だよ。ねえ、そう、仕事今日は休みだよ。入信3連休だよ、3連休。明日と明後日はお休みなんですけど、う
あ、なんか始まってるよね。これでそうすんの？これインポスターじゃやばいでしょ。6人だよ、6人。え、抜けちゃったよ、私。5人だね。5人で二人狼いるの。ブーン、パッパッパッって聞こえた今。5人二人狼。10秒で終わるじゃん。じゃあ何？じゃあ明日来るの誰？ココガラコプリン？あるなら行く。あれ行く？俺空いてたら言いたいけど。はい、カシユカ？バラ？いっぱい。いっぱい。オーバーするぞ今。屋久島？ここあの犬丸。あ、猫丸は俺の代わりにやる感じになるから。ああ、なるほど。じゃあ屋久島&猫丸、ガラコ、ココ、プリン。モノちゃん、シンリンだったね。ケン、あと2人じゃない。これ計算だと思うな。屋久島、ここからコプリンモノ、歩く。この場面でもちゃんと押すの。ケ、バラ。あれタコさんは？まあ12時までじゃあ。終わりじゃねえか。駅が11時から。11時からならできると。あ、終わったじゃん。10時半からちょっと。通話があるやばえ。この通話にいる11人からラザニアさんとシルモさんが消えてガラコが入ってくるってこと？と、まあそういうことかな。なるほどなるほど。頭いいな。整理がうまい、ね。で12時ぐらいからタコさんが消えてラザニアさんが入るってこと？ああ1時間ぐらいならできるかな。12時1